皆さんこんばんは、和道です。はい、小川祐希でございます。こんばんは。今日はですね、2018年の、3月の27日、17時36分です。よろしくお願いします。今からセッティングに少々お時間いただきますので、もう少々お待ちください。今回は生活保護、完全マニュアル3ということで、生活保護に、対して専門家をお呼びしてますので、皆さん生活保護に関する質問などがありましたら、ぜひぜひコメントを書いていってください。今ですね、コメントビュアの設定をしますので少々お待ちください。大さん、あれですか、今日は、はい、なんかお仕事をして。そうですね、まあ最近非常にですね、はい、まあ、その私の、まあ、動画の方からもですね、はい、あるいはツイッターの方からも、はい、まあ、相談というかコメントというかですね、はい、やっぱりこれから生活を受けてる、あ、受けたいという方とかですね、はい、まあ、もしくはその、まあ、受けていて、はい、まあ、ケースワーカーが変わるたびにこんなこと言われましたとかですね、はい、いろんな相談を受けていて、まあ、そのうち、私とですね、はい、連絡を取りたいという方も結構出てきて、はい、まあ、今度は電話でですね、相談があって、まあ、結構最近非常に多いです、はい、ですので、まあ、ね、相談のことは嬉しいんですけど、まあ、でも正直言って結構、まあ、大変な、はい、まあ、状態ですね今。うん、どうでしょうか、皆さん少しセッティングを変えたんですけど、映像と、音声どうでしょうか、映ってますか、どうでしょう、良くなりました、ありがとうございます。カレオさん、ではですね、ゲストの小川祐希さんのご紹介をさせていただきます。いきます。行政書士の、小川祐希さんを今回は、ゲストにお招きしております。昭和46年千葉県生まれ、僕も千葉県生まれですね、はい。平成7年、早稲田大学法学部卒業で、船橋市役所の方で、ケースワーカーを11年、されていました。でその後退職されてですね、行政書士の資格を取得されております。現在は小川さんはブログや動画にて生活困窮者救済のために生活保護の、きちんとした法律に基づいた運用ができるように、活動しております。もともとその生活保護の何を担当されていたんですか、ケースワーカーの。生活のケースワーカーとしてですね、いわゆる地域に住んでいる生活保護の方の、いろんな、アドバイスとかですね、そういったことをして、いわゆるケースワーカーですね、それをですね、やっていました。であとは、3年ぐらいですかね、病院関係のいわゆる入院中の方の、ケアの、ケースワーカーをですね、させていただきましたので、自分でもなんですけど、地域のいわゆるアパートに住んでいる方の生活保護のですね、状況と、入院中の方のですね、生活保護を受けている方の、状況とか仕組みとかですね、そういったものをですね、私の方は分かっているところです。もともとその独立された経緯っていうのは、こういった活動をする経緯というか。そうですね、それはですね、私が11年間やってきまして、やはりこの日本という国がですね、この生活保護に対するまずそのおかしな見方が非常に強いということと、あとやっぱりですね、現在ですね、ものすごいその格差が広がっているんで、ただですね、やっぱりいかんせん役所にいるとですね、今日の佐川さんじゃないですけどね、どうしてもその、なんていうんですか、組織防衛に入っちゃうんですよ、人間ってね。で、本当の意味でですね、やっぱり生活困窮者を救っていくためにはですね、やはり組織から離れてですね、自分の知識やですね、知見に基づいて、きちんとした資格に基づいてですね、やっていけばですね、救っていける。それを私以外の人がやってる方がいればいいんですけど、正直言って、おそらくケースワーカーも経験していて、そういうその生活困窮者に対するですね、その生活保護に関する、救済っていうと大げさですけどね、そういったその助けていく活動というのをですね、やっている方はいないんじゃないかということで、私の方で始めさせていただいたという感じですね。今回のテーマなんですけど、生活保護完全マニュアルという動画を、はい、第1回第2回とやらせていただいて、
生活保護に関する、基礎的な知識というか、はい、まあ、受給の仕方、はい、あ、なんですかね、パトカーですかね、パトカーが去っていきましたね、パトカーが、失礼いたしました。で、生活保護に関する受給の仕方であったりとか、はい、外国人の受給の問題であったりとか、はい、あと何話しましたかね、今まで、資産をどれくらい持てるのかとか、そうですね、いや車の運転、はい、原付、はい、例えばその、なんだろうな、持ち家があった場合とか、多分おそらく皆さんがこう質問気になるところっていうのは1と2にを見ていただければ、多分答えが書いてあると思いますので、ぜひ1と2の方もご覧ください。今回はもっと根本的な問題にこう切り込んでいきたいなと思っていて、日本のこの格差社会についてお話をしていただきたいなと思っているんですけれども、ぶっちゃけた話、日本っていうのはこうよく世界と比べるといい国だとか貧困はないっていうふうに聞くんですけど、小川さん的にはどうお考えですか？はい、僕はね、この国はどんどん皆さんそのいわゆる庶民にとってですね、生活しにくい国になってきていると思います。それはもちろんですね、例えばですよ、例えば、よくテレビやってるシリアとかね、なんていうんですかね、それこそアラブの一部の国とかアフリカの一部の国とか、そういう戦争のある国と比べればね、いわゆる難民とかいますよね、そういうテント張ってる方と比べれば、それは日本は全然平和ですよ。小泉進次郎さんじゃないけど、日本という国は自由に記者の人が質問できていい国だって言うけど、それは比較してる対象の国が違うんで、例えばヨーロッパの国とかとですね、比較したときに単純にですね、数字ベースで言っても日本の GNP って、まあ、よくね、俗に言う、まあ、豊かさを測る指標と思ってください。この GNP なんですけど、これをね、全体で見ないで、これ全体で見ると、例えば3位は中国になっちゃうんですけど、ポイントは、一人当たりね、どのぐらい豊かかっていうのがポイントなんですよ。それで見ていくと、日本はね、どんどん下がっていって、今25位で、イスラエルに負けてるんですね。負けてるんです、イスラエル。っていうことは格差が進んでいるっていうことなんですか？まあ、それもありますね、格差が進んでいる、うん、要するに中間層が崩れちゃったってこと、はい、国ベースでいうと3位、アメリカ4位、アメリカ、ごめん、3位か、アメリカ、中国、日本ですよね、現状。だけれども1人頭の平均で出すと25位。そう、これどうしてこういうふうにデータがずれちゃうんですか？結局で単純に言うとね、日本の場合まず人口がまあ1億以上あるっていうこともありますけど、やっぱりこう中間層は崩れていっちゃってるんで、1人当たりが下がってるんですね。で GNP も中国に抜かれてるんで、やっぱりそれも下がってるんですよ、日本の場合で。あとやっぱり富の偏在、今回の今のアベノミクスですね、まあ、アベノミクスだけではないんですけども、要するに大きな企業やですね、一部の輸出企業は結構儲かってるし、ボーナスが増えていて、まあ、いわゆるプレミアムフライデーってなんか、要するに金曜日はなんか3時帰りましょうっていうのも、これも大企業とかは別に、いや、あるいは公務員とかね、そういったところは可能で、かつまあお給料も結構もらってるんですけど、じゃあ例えば派遣社員さんなんか逆に時給が減っちゃってお金が減っちゃうとか、まあ、そういったところがですね、非常に格差で出ています。なのでいわゆる一部のですね、まあ、企業とか NHK とかね、あるいは公務員さんとかね、そういったところはまあそれなりのお給料をきちんともらえるんですけど、一方でその下に支えているですね、まあ、中小企業とか、あるいは派遣社員さんとか、まあ、極端に言えばアルバイトさん、こういった方たち、あるいはもうそれこそ、まあ、そのずっと、まあ、ちっちゃな会社に勤めていて、もう高齢になっちゃった人たち、年金ももらえない人たち、こういった方々の、まあ、1人当たりの所得はかなり下がっていると思われます、はい、特に昔だったら中流階級がものすごく多かったのが、うんうんうん、今一番多い層って300万以下の層だったりとか、ね、はいはい、500万とか600万とかごっそりいなくなっちゃってる状態なんですよね。いないですね、はいはい、これ原因っていうのはどういったところから原因があるんですかね。まず第一に行われたのが、その昔の話なんですけれども、中曽根内閣でですね、まあ、だいぶ雇用の自由化というのをやったんですね、まあ、これはまあその日本だけではなく、まあ、世界がそういう流れになっていたんで、当時の中曽根首相というのは割とその、まあ、今で言えばいわゆる、まあ、なんていうんですか、まあ、改革派というか、ね、よく言えばね、
悪く言うと、まあ、自由にしちゃって、自由にするってことは逆に言うと弱肉強食になるよってことですからね、うん、決して自由ってあの皆さんいい響きありますけど、決していいことばかりじゃないですから、ね、自由ってのは。そうで、それを進めて、片瀬内閣を進めて、それを最終的に加速させたのが小泉竹中ね、小泉竹中路線といって、この2人を中心としたいわゆる構造改革路線、まあ、何でしょう、当時小泉さんって人気がありましたんでね、ありましたんで、ついつい皆さんこのなんていうんですかね、イメージとしてはなんか郵政民営化でなんかすごい自民党をぶっ壊すなんて言って、古い体質を壊してすごい未来が明るいよってイメージじゃないですか、はい、でそれをに竹中さん来た時も、竹中さんもまあ微妙なに、まあ、まあまあ人気あったんですよ。なんで人気あるか、人気をしようとして、なぜかって言いますと、彼参議院議員に途中なってるんですよ。その時に彼が取った得票で6人の議員が当選してるんですね、まあ、ちょっと選挙の仕組みは置いておきますけど、ってことはね、逆に言うとそんだけ得票できたってことは、彼自身 当時は人気があって、それで彼のおかげで6人当選してるんで、竹中さんはかなり政治的な力もつけたによって、小泉竹中路線がどんどん加速していったんですね。で、彼らがやったことっていうのは簡単に言いますと、要するに自由にして、まあ、よく言えば努力した人はお金ももらえる、しない人はもらえません、政府は助けません、これだけなんですよ、簡単に言いますと、うんうん、そう感じます。でも僕そういう話をしたときに、自由競争、要は先ほどもおっしゃったように資本主義の原理をやろうと、でガンガン競わせるっていうのは負けを大量に作る仕組みなわけじゃないですか、勝つ企業がいるってことはその自由市場で負けていくと、この人たちを救う枠組みっていうのがセーフティーネットっていう認識だったんですよ。だから自由にやるには、そのなんていうんですかね、ここを守らないとこれって成り立たないんじゃないかっていう素朴な疑問があるんですけど、なんでこんなことになっちゃったんですかね。自由にやらせるだけやらせて弱者を叩いていくみたいな。そうですね、あの結局ですね、まあ、なんでだったかと言いますと、まあ、単純に、まあ、そのいわゆる、まあ、その小泉さんの、まあ、最終的には人気取りですね。結局なんかその自由にするとすごい光が見える、あともう一点は当時郵政解散、なんか郵便局民営化すると光が見えると、まあ、厳密にはちょっと特殊補助の関係とかあるんですけど、ちょっとこれは置いときまして、なんか郵政民営化するとね、当時ですよ、だ選挙であんだけ圧勝したのも、なんとなく郵政民営化すると、いや小泉さんが郵政民営、小泉さん竹中さんが郵政民営化をやってましたからね、それをするとなんかバラ色になるよっていうイメージになる、そういうイメージを、ね、出して選挙で勝つと。だ僕は多分選挙に勝つための、要するになんていうのかな、戦術的なキャッチーなフレーズで、そう、うん、要するに今までの日本っていうのはね、ダメなんだって、要するにみんなでこう寄り合いでこうなんかなーなーで談合しちゃっていくのはダメですよっていうふうなイメージで、ね、それが自民党、ザ・自民党で、まあ、悪い事件も起きたとかなんとかね、杉本さんも捕まったみたいに起きたということで、なんだかその小泉竹中さんがやることが新しいイメージがあって、はいはい、そうするとあのこれちょっと言い方悪いですけど、あのいわゆるポピュリズム、はい、要するに国民と、ね、国民というものはですね、なんか新しいものがあって、あとなんとなくそのなんていうのかな、あの商品でもそうだけど、なんかちょっとたまごっちじゃないけど、なんかこう、いや必ず受けるものがあるとね、はい、それに飛びつくんですよ、うん、で自民党はそれを見事に小泉さんというね、ちょっと変わり者を使って見事にそれが当たったんですよ、うん、じゃあ国民党ってどうかってこと、盛んに当時ねいたんですよ、あの批判していた人はね、うん、結構いまして、批判していた人は、だけどその人たちは逆に、いや彼らはいわゆる古いね、古いタイプのね、既得権益を守る人間だってことで結構叩かれたんですね。それこそあの、まあ、これ知ってる方いるかだと思うんですけど、例の植草さんって方が、まあ、なんか手鏡でこう捕まったのも、あれも、まあ、陰謀か本人が本当にやったのか分かんないですけどね、まあ、そのぐらい陰謀説が出るぐらい、まあ、すごい当時はその小泉竹中路線にみんな行く羽目になったんですよ。でそれで結果としてあのみんな派遣社員とかになって、給料は昔のように上がっていかない、ね、そういう仕組みにしちゃった。でもすごいですよね、小泉さんと竹中平蔵さんが、うん、そうやって日本を変えていって大きく変えたわけじゃないですか、はい、例えばその株式1円で会社作れるとか、はいはいはい、だけど日本で初めて上場企業で人材派遣会社ってパソナっていう会社があるんですけど、はいはい、パソナの会長とか社長とかされてますよね、竹中平蔵さんって。それって
普通の国だとありえるんですか、その要は、いやいやすごいなと思って、あの、ね、あそういう国は、はい、まあまあ、実際もありますよ、うん、であるけどこれは良くないことだってみんな言ってます、当然そんな、うん、当たり前です。本来ね、だから例えば竹中さんがね、当時その小泉竹中路線の時も、小泉さんの秘書であった飯島さんって方は竹中おかしいって、小泉さんの秘書ですよ。で秘書って言ったって、あの末端じゃなくて、もう超言い方あれですよ、事実上超側近ですよ、すべてを知ってる。あの、はい、本も書き、本は書いてないのか分かんないけど、まあ、はい、そういうことをスキャンダルもかけられたぐらいで、その人が竹中おかしいって結局見に行ったんですよ。見に行ったけど、でもそう言っても小泉さんは言ったった一言、はい、いやそうは言ったってね、選挙勝ちにあると竹中切るわけいかないと、竹中切ったら人気があるから、人気もあるしね、竹中切っちゃったら自分がもう持たないし、そうしたらこれは反小泉陣営が喜ぶだけだと。あ、なるほどなるほど。じゃあ政治的なその票を取るためにっていうことになりますよね、はい、そういうことになります。でそれを竹中さんはね、はい、言い方で言うと小泉さんってね、あまり頭良くないんですよ。良くないから竹中さんは小泉さんにすり寄ってって、はい、うまくそれを使って、うんうんうん、彼の主体ね、社会を作って、でかつ彼はあのこれは知られている話でもあると思うんですけど、彼は住民税を脱税してるんですね、うんうん、これ書いてあるところには書いてありますよ、うん、要するに住民税ってのは1月1日にどこにいるかにかかるんで、うん、確 か, なんか外国かなんか外国かなんかにその住民票を移して、うん、まあ、まあそれ合法なんですよ、うん、合法だけど好ましくない話ですよね。普通にちゃんとそんな変なことしないで、一応個人ですから、そういうこと、ま、要は舛添さんが、いや俺違法なことしないで政党助成金でシルク買ったって、これは筆ならやるのにそれは政治に必要なんだとか言ってるけど、まあでもそんなんだっておかしいじゃないですか。それと同じで、いや竹中さんいくら合法したってわざわざ1月1日に移してね、じゃあ2日以降は日本でみたいなことやって日本の住民税逃れるのおかしいでしょと、ね、まあそういう、もともとそういうことをやるっていうことは、はい、そういう体質の人なんですよ。だからパスのように甘くなったっていうのも結局構造改革で派遣について彼がね力を握っていたわけですよ、はい、要するに全てのノウハウを知ってるから、当然派遣会社の方としては彼が来てくれればそれはありがたいですよ。だって、うんうんうん、ありがたいんですよ。だ例えば昔その財務省が金融接待でそのみんな辞める雨になった、うん、あじゃあえじゃ辞めちゃったらね、じゃあこの人たち食っていけないじゃないかって言ったらね、とんでもない、外資系の人が、外資系の会社がみんなね来てくれ来てくれ、なんでなぜかって言ったら、もう財務官僚でね、みんなエリートの人たちだからいろんな情報をいっぱい持ってるんで、それが欲しい欲しいってことで、みんな逆にウハウハで、しかも皆さん弁護士資格も持ってるんで、外資系に行って弁護士になってかえって儲けてるんですよ、財務関係者、うん、だからノーパンシャバシャバで悪いことやって処罰されて逆に今儲けてるんですよね。かえって言ってました、その人のインタビューしたね、いや財務官僚時代よりも今の方が儲かるって言うんですよ。すごいですね。そう、だそれと同じようなことを竹中さんは、うん、いわゆるその大臣時代はまあ多少ね、あのさっき言った、まあ、脱税じゃないけど、まあ、節税かな、よく言うと、うん、レベルでしたけど、彼がだんだんその、まあ、大臣とか辞めて小泉さんもいなくなってからは、こうパスナの会長やったりとか、だんだんこう馬脚を、うん、まあまあ、本音が出たというかね。なるほど。ということで、まあ、竹中さんとか小泉さんとかいろいろあって、今、まあ、数十年後日本で今現在こ、まあ、皆さん体感してるわけじゃないですか、生活所得の低い人とか苦しいであったりとか、まあ、例えば生活保護バッシングをしたりとか、まあ、弱者叩きですよね、うん、僕生活保護を叩いてる人って末端の労働階級の人だと思っているんですよ、うん、要はいくら働いても私たちは生活良くならないのに、うん、私たちよりもいい生活してるからこの人たち叩こうっていう構造になってると思っていて、でもそのどうなるんですか、これからの社会というか格差は広がるんですか、それとも今現在格差始まっているんですか、うんうん、格差はですねこれから広がっていきますね。あの特に格差のですね最大の広がる理由っていうのはじゃあどういうことかって言いますと、要はね貧困の連鎖って言葉をたまにあると思うんですけど、要はね、あの自分の親がお金があるかどうかでこれから決まってきます、これが違えば。努力したらあれじゃないですか、努力していい大学出たら、うん、いい職業につけてっていうことなんじゃないですか、うんうんうん、そうなんですね。そうでまさにね、そのいい大学出るっていうのはポイントであって、そのいい大学出るにはじゃあ例えば勉強する環境がいるんですよ、はい、で勉強する環境を作るにはこれにはお金がいるんです。じゃあ何でお金いるんですかというと、まあ、もちろんお家があることも前提ですけど、まあ、お家は皆さんあるにしても、例えば
いい塾に行く、いい家庭教師さんについてもらうね、それには、ね、お金かかるんですよ、要はお金があればいい教育環境ができる。だから例えばですね、東京大学って国立大学、国立大学ですよね、東京大学、はい、私立は、ね、まあ、月謝高いんで、まあ、それは金あるし行くっていうイメージはいいと思うんですけど、じゃあ東京大学がですね、の、その親の平均年収、大体いくらぐらいかと皆さん思いますか、まあ、ざっくりな。これね、年収1000万超えてるんですよ、平均年収。東大の、東大の学生の親の年収は、皆さんね、平均年収が1000万超えてるんですよ、平均年収。これって僕本で読んだんですけど、マイケル・サンダー、ハーバード白熱教室で、まさにそのハーバード大学で、ハーバードの学生たちに、君たちの親の年収は、君たち努力したからここに来てるんだよね、自分たちの力だよね、そう思う人手挙げてって言ったら全員手挙げるんですよ、でどんどん質問を込めていって、両親がいる人って手挙げて、で長男長女の人って言ったら、要はその話を思い出すんですよ、だから君たちは実は努力をしたからここにいるのは間違いないんだけれども、実は選ばれし者で、平等じゃないんじゃないかっていうことをマイケル・サンデルがさ、こう話していて、日本も同じってことですか？同じです、全く同じです。だから、はい、これある、まあ、財務官僚、要は簡単に言ったら確率の問題、年収200万で生まれたら、東大に行く可能性が低いっていうことですよね。そういうことです、そういうことです、単純に。だからもちろん年収200万で東大に行けないわけじゃないですか、ゼロではないけど確率は極端に下がる。なぜかと言いますと教育環境がないし、例えば親が貧しければね、そういうこと高校出て働かなきゃいけないとか、まあ、それをなくすってことで今盛んに授業料無償化だなんだってばばやってますけど、まあ、申し訳ないけど授業料だけじゃないですからね、あの学校にかかるお金っていうのはね、まあ、それは置いておきますけど、要するにそうです。だから年収はやっぱり1000万を超えるぐらいの、ね、所得のお家じゃないときちんとした教育環境がないと、東大行くだけのね、要するに東大行くためにはやっぱ勉強しなくちゃいけない。もちろん頭良くて、まあ、勉強しなくても受かる人もいるかもしれないけど、大抵の人はやっぱ勉強しなきゃ受からない。そのためにはきちんとした塾に行っていい先生に教えてもらって、ちゃんとご飯もいいご飯って変だけど、まあ、食べれてうまいものを食べない人で食べれて ね、はい、そうね、普通になんていうの、その勉強だけに専念できる環境になって、で一応、まあ、その人自身もね、ネットサーフィンとかにハマっちゃ困るんで、まあ、一応勉強の努力も一応する、まあ、それは1割か2割ぐらいだと思います、8割は今言った勉強する環境がないとね、まあ、まずスタートラインに立てないとってことですよね、どんだけ努力してもっていう。そうです。だスタートラインがもう上にあるんで、それを前提にしていくときに大体年収1000、親の年収が1000万ぐらいがまあスタートラインかなというふうに。だから別に2000万なくていいですよ、1000万ぐらいでいいんですよ、逆に言うと、ただまあ1000万ぐらいといったって、もう1000万といったら、まあこれも勝ち組ですよね、そう勝ち組です。日本で言ったら 10% ぐらいですか？そうですね、10%、それくらいですよね。つまり、まあ、変な言い方かもしれないですけど、上級国民ってことですよね、そういうことに言ったら。だからその上級国民の親がね、親の子供たちがまたさらにそれやっていい大学に、いや東大の、東大の、なんか僕テレビで見たんですけど、東大の学生たちに将来何になりたいって言ったら、確か官僚トップだったんですよ、でその人たちが政治を、要は法案作ったり国を作っていくわけですよね、どうなんですか。いやだからね、いやだから結局そういう人じゃ官僚になるわけだから、はい、当然そう、ね、要するに庶民のことなんて考えないで言ったら言い方は悪いけど、分からないですよね、年収200万の生活の人は分からないですよね、分からないんですよ。そうだから、まあ、例えばね、まあ、大学時代にその、まあ、年収200万のアルバイトの経験でもしてくれればですよ、まあ、そんな経験ちょっとしたから分かるってもんじゃないんでしょうけど、ね、やっぱり田中角栄みたいに本当に貧困から来た人と違いますからね、だからね、そういう思いは絶対していないはずですから、だから彼らがそういう政策を作るときに当然そんな庶民のことが分からないんですよ、これね、逆に、まあ、もちろんそれなりの頭があるから、ある程度はその情報としては、ね、理解しても、そのなんていうのかな、根っこから分からないんですよ。だからね、たまにそのトンチンカンなことがね、発言が出てくるってのはそういうことなんですよ。もうすでに今のね、別に子供たちじゃなくて、今の大臣とか政治家やってるレベルの連中の人たちも、もう親の年収が
親の年収が高い、いわゆる2世の人たちのもう集まりになってますから、すでにもうこの国はね、うん、でこれからさらにまた2世3世が強くなってくるんですよ。多分今そういう、まあ、生活が苦しかったりとか、はいはい、多いわけじゃないですか、はい、この人たちが多分一番その期待をしている政策というか、うん、こうなってほしいと思っているものにベーシックインカムっていうものがあると思うんですよ。ああベーシックインカム、はいはい、でちょっとリスナーさんに問いかけさせてください、はい、ベーシックインカムっていうと皆さんその堀江さんとかひろゆきさんとか、まあそのまあ、政治家の名前でも構わないんですけど誰っていうイメージが出てきますか。皆さんベーシックインカムって多分興味があると思うんですけど誰の話でベーシックインカムとかを聞くことが多いのかちょっとコメント欄で書いていただけると嬉しいです。こういう人が話してるっていう。ちなみにベーシックインカムってどうなんですかね。ひろゆき、西村ひろゆきってあの2チャンネルの創設者のひろゆきさんがひろゆき、で素朴な質問なんですけど僕そのひろゆきさんのベーシックインカム見ててダメだと思ってるんですよ、うんはいはいはい、簡単に言うと僕ひろゆきさんの動画ベーシックインカム僕も見ることが多いんですけど格差が広がりそうな気がするんですね、うんうんうん、であともう一点あったのが生活保護ってベーシックインカムじゃないのっていうふうに考えているんですよ。セーフティーネットはセーフティーネットなんですけど、うんうんはいはいどうな津田大輔さんのベーシックインカム、まあねうん、あと堀江さんとかもいるかな、うんうん、ちなみに堀江ものベーシックインカムとかってどう聞いててどういう感じになるんですか、うんあのねまあ、あの結論から言いますとあれダメですね、うん、ダメです。何がダメかって言いますとあのベーシックインカムっていうとねみんなにお金あげるんであわお金もらえるんだっていうイメージがあるんですけどあれですねあのいわゆる学者とかいろんな人がですね、まあ、精査して仮にですよ金持ちも含めてみんなにお金配りますっていうですねベーシックインカムをやるとこれですねあの大体月大体ねあの月2万円程度なんですね。もらえる額が2万円程度。どんなにあのいわゆるいろいろこう今の生活保護とか既存の福祉を廃止してですね人件費とかもカットしたとしてもですね月2万円というのは、ね、試算として出てます。これはもう2万円しかもらえないですか。もらえないです現実として。もらえないです。え生活保護なだって生活保護って13万ぐらいもらえるじゃないですか一人で一、はいはい、人世帯で東京とかだと、はいはい、それが2万円になるんですか。なります、はい、死にますよ多分。そう死にます死にます、はい、だからじゃこの月2万円でねどうするんですかって話をある学者さんがしてその2万円の試算をしたねまあどこだったかな希望の塔というところが、まあ、これのある代議士がね大議士で落っことか今前大議士か、まあ、いいやその政治家が その関係者が言ってたんですけどそれはね月2万円はまあその公共料金だと、うん、で残りはね基本的に彼らはいわゆる新自由主義って言って自分で努力して稼ぎなさいというのが基本なん で、はい、あとは自分で努力して稼げって言うんですよだからこう老人も何もいや本当一億総活躍社会じゃないですけどみんな2万円にしてあとは自分の努力でやれっていう話なんですよ。だから実際にはねベーシックインカムこれ月2万円で、ね、なっちゃったら、ね、みんなに配られたら月2万円になっちゃいますからそうすると結局お金がない人はもう生きていけないんでいわゆる高齢者は奪わせて、まあ、若い人はもうねそれこそ仕事なければ自殺とかそういう話に、うん、私はなっていくと思いますよ、うんうんうん、だそういう意味でホリエモンとかねひろゆきさんがね言うベーシックインカムっていうのはですねもともと彼らはですねあの考え方が生活保護とかなんていうのかなそのうーん要するに社会は資本主義社会なんだから自分で努力してお金は稼ぐもんだってのはまず根っこにあるんですよ。根っこに、うんうんうん、ベースになってでそれでダメなやつはもうダメなんだっていう考えなんです、うん、そもそもとか、うんうん、そうでだけど一応全員に配れる一応何お金をね、やろうという考えなんですね。要するにあのお金がない人を助けるっていう発想よりも全国民が、まあ、そのもらえればいいとあとは自分で頑張ってやればいいんだと。例えば堀江門さんなんかも結構話いろんな本とか読んでると、まあ、本人も、まあまあ、本人もまあ苦労したのか何だか、まあ、よく分かりませんけど要するにあの努力してあの、まあ、努力してっていうのは何でもいいんだな
努力してその頭が、ね、あってやれるやつが生き残ればいいんだと。で極端に言えばそれでダメな人はね、日本という国はもともと資源もない国なんだから、極端に言えばですよ、極端に言えば死んじゃったって仕方がないんだというのは堀江さんの考え方。 OK です。今ですね、2万円話を聞いていたリスナーさんの中で2万円欲しいって言ってる人がいるんですよ。欲しいなって、うん、で大丈夫なんですけど、コメントは読まなくて結構なんですけど、2万円を手に入れる代わりに何を失うかちょっと教えてあげてください。あ、そうですね。だから どういう社会で2万円がもらえるか。だから2万円にする代わりに、その代わり今ある既存の生活保護もそうですし、あと年金ですね、年金、そういったものが、いわゆるあと他のまあ福祉制度、まあ、児童手当とかもいろいろあると思うんですけど、そういったものは全部なくなるんです。要するになんていうかな、国とかまあ市役所でもいいんですけど、公共団体がもらえるお金が全部なくなるんですよ、一切。そうするとね、まあ、今例えば自分はその仕事をしてるんで何にももらってないですよっていう方もね、いるかもしれません、ね、でもその方もいずれ例えば何か病気になった時とか、例えば病気になった時とかね、そうなった時に、大きな病気になった時に、例えば今高額療養制度っていって、大体まあその月7万を超えた医療費についてはお金かかんないんですね。この国いい国なんですよ、そこは。そこについては。これももう破綻するって言われてますけどね、現状でも。だけど、一応そうなってた。そういうものもなくしていっちゃうって言ってんですよ、極端に言えば。だから、要するにお金があって、まあ、それなりに健康で金稼いでる人にとっては、それは2万円ただポンともらえるんだったら、まあまあありがたいというか、まあ美味しい話ではあるんですけど、そういうね、やっぱ人間がなんか困ったとき、そういう時の福祉制度を全廃するっていう前提になってるんで、そうすると例えばじゃあ高齢になって仕事できない時にね、まあそれは例えば自分でね、いっぱい貯金貯めときゃいいんだって言っても、昔と違って今も年収も下がっ、こうね、年齢が、昔は年齢が上がればね、年功序列といって年齢が上がれば給料も上がっていったんですよ。だから貯金もできた。でも今年その収入が増えていかない、だから貯金もできない。じゃあ年取ってどうするんだって言った時に、月2万円ですってなったらもうこれ生きていけないですよね。だからそういう時に本当に困っちゃうんですよ。なんか僕不思議だなと思うのが、その日本って動いていないお金がとんでもない何百兆円っていうお金があって、はい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 、不動産とか金融資産を含めると、1400兆円ぐらいあるわけじゃないですか、はいはい。でこれを持ってるほとんどの層っていうのが65歳以上の高齢者なわけじゃないですか。でこの高齢者が一番人口多いわけじゃないですか、はい、この人たちが要は政治で言ったら多数決なんで、ここに向かってターゲットするため、ここにお金配るように政治家が動くわけじゃないですか、はい、でもそんなことやったら、ここで現役で働いてる人たちが要は社会福祉というか国からのサービスをどんどん受け取れなくなりますよね、うんうん、はい、でさっき言った竹中平蔵とか小泉改革で、まあ、極端にすると自由にやっていいけれども、そのなんていうんですか、どん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 アルバイト自由に働こうとかやってましたよね、うん、なんか僕が子供の頃の時代って、なんかこれから夢を追いかけようなんてギターなんか担いでるアルバイト行こうなんつってでなんか漫画家になろうとかやってて、で夢を応援するなんか、うん、こんなことやってて、なんか大丈夫なんですかね、この国って。いや、ダメですね。ですからね、はい、そういった意味でやっぱセーフティーネットはものすごい必要になるんですよ、特にこれからですね。で、これでね、今、金融資産多いんですけど、高齢者もまた二極化しちゃってるんですね。はいはい、そうですね。お金がない人と、ね、はい、ある人もね。はい、で、では段階世代では大体70代前半ぐらいかな、そこがね。そう。で、そこも、お金がある人はいいんですよ、お金あるんで。そうそう。だからそのお金がある人がお金を取ろうという発想もあります、はい、でそれとあと、であと一方で次に今度はその、まあ、いわゆるさっき言ったその若い人たちですよね、要するに人口が少ない方の層の人たちの、でこっちは当然票が少ないし選挙もあまり、まあ、行かないというのもあって、政治家が、まあ、あんまりそのなんていうんですかね、何もやってくれないのは事実だから、ちゃんと選挙にやっぱり行ったってね、誰入れたらいいかっていう問題があるんで、結局行かないって方が多くて、で高齢の人っていうのはもう昔からのつながりがあって選挙にやっぱり行くんですね、なんだかんだ言って。で彼らが人数多いんで、結局彼らの方に政治家も目が向いちゃう。そうするとね、結果として高齢者ってことはそこにね目配りされるってことは、そこのお金持ってる人の結局最終的には子供が恩恵を受けるんですよ、うん、そうそうそう。だからさっきも言いましたけど、ね、要するに親の資産でその子供の将来が
まあ、極端に言えば、まあ、決まると言ってもこれ過言じゃないんですね。なんか僕今日本の政治家がやってることっすよ、うん、僕中卒でめちゃめちゃバカなんですけど、間違ってたら指摘してほしいんですけど、はい、国が成長してるけどバブル弾けて成長止まりました、はい、でも成長させ続けたいと、はい、だったら若い中間層とか末端労働者とかここの下の層に、昔は一人が働いて家庭分を稼いで、要はじゃあまあ仮に人40万だとしましょう、40万稼いでまあ家族子供2人と奥さん面倒見て40万生活する、だけど成長させないといけないから自由にやりましょうって言って奥さん共働きにしましょう、女性の人権をなんつって20万にして倍働かせようみたいな、でそれがどんどん突き詰まっていってどんどん所得が下がっていって、今度20万で共働きだからやっぱり出会いが多くなるから結婚とか成り立たない、女性も自立しちゃってるから子供産めない、なんかめちゃめちゃ悪循環で、それは子供産めないし産みたいと思わないよねっていう、これどうなるんですか今後、うん、そうですね、すでにですね、実はそのさっき言った中曽根内閣の時に男女雇用均等法っていうのが、はい、まあ、成立したんですね、はい、男女雇用均等法、これって75年ぐらいですか、いや、87年ですね、87年ぐらいですか、はい、その時に成立して、それであ日本もちょっと前進したみたいなことを言われたんですけど、実はこれが全ての始まりなんですね。要するに女性と男性の、まあ、雇用条件を、まあ、平等にするって、まあ、それはもうグローバルスタンダードで見ていけば、ね、正しいんですけど、ただ、ね、それでもってさっき今言った通りその女性が働くようになってきた、まあ、それはそれでいいんですけど、そうすると、ね、結局 男性の雇用が、まあ、変な言い方悪いんだけど奪われるんですよ、これ。であと収入も減っちゃう、女性も自立しちゃう、そうすると結果として、ね、これ、まあ、これからは分からないんですけど、現状だとやっぱり結婚とかもまあしなくなって、で別に子供が、要するに子供、まあ、子供欲しい人はつくでしょうけど、結婚してね、特に子供も別にって方は作んなくなる、そうすると、すでに今のもう20代、30代って数が少なくなってますから、その少ない中で結婚したくなっちゃうから、より子供が減っていくっていう、まあ、こういう悪循環なんですね、どんどん。で、じゃあ移民を入れようかってなると、最近ほら、日本は移民反対の人が当然多いんで、うん、じゃあ、あとはまあ最近なら AI、人工知能だって、だってまあ人工知能がね、いきなりそのわーっとなるとも限らないんで、この国の未来は極めて暗いというふうにですね、うん、もう言うしかないですね。ちなみになんですけど、その上で、小川さんがこう、はい、これだったらいいんじゃないっていう、ベーシックインカムのなんか提案みたいなのってあるんですか、はいはい、そうですね、僕はだから生活保障型のベーシックインカムが一番いいと思っています、うんうんうん、生活保障型。要するに、お金がない方ですよね、お金ある方にね、別にお金あげることないですよ、政府が。うんね、政府ってのは、要するに政府というのは皆さんから税金でお金を、言い方悪いけどお金を巻き上げて強引にね、それを配るんですよ、ばらまくのが仕事ですから、ね、どこにばらまくかって話ですよね、金も、全員から取って、むしろ貧乏人からも同じような額取って、今お金持ってる人にもばらまいてる状態ですよね。そう だからそれはもう昔の昔の武士の時代ですよね。百姓から年貢取り上げて、で百姓は米作って米食えない状態にして、武士が、まあ、実際武士は金持ちでもなかったみたいですけど、武士がまあ要は米を食うと。これ僕本当に今の時代ってなんか、なんていうんですか、水戸黄門とか遠山の金さんの悪大感の、政治家が悪大感に見えてくるような感じに見えるんですけど、もう本当にそんな感じに見えたんですよ。そんな感じです。だから見えない、誰が言ってるね、見えないようにちょびっとずつ消費税みたいに上げていって、社会保険料をどさくさで上げていって、ちょびっとずつ金奪っていって、で結局その金でもって、そういう官僚とかね、そういった人たちが、まあ、いわゆる、まあ、悪大感ですよね、悪大感が、まあ、儲ける仕組みにしていると。そう だから今回 の、まあそのね、森友問題にしてもそうだけど、要するに悪大感がより悪大感じゃないけど、悪政治家わかんないけど、それに媚びてああいうことをやるわけですよ、より儲けるために。だから本来は政府っていうのはね、お金を要するに強制的にこう金持ちからもね奪ってって、
で逆にそのお金でもいわゆるお金がない人に、ねうんね どういう形で配るかは、ね、議論あるにしてもそういう人たちに配っていくのが本来の仕事、うん、だ僕はそのための、ね、いわゆるベーシックインカム要するに人間人として、ね、最低生きていくには、ね、ご飯食べていくには、ね、例えば月十何万でもいいですよ、うん、10万でも、うん、12万でもいいけどね、うん、それね13万でいいしねそれを配るようにするベーシックインカムだ要はだ簡単に言うとね、今の生活保護を僕はね、名称変えてもいいと思うだ僕、それ大賛成なんですよ僕、今の、生活保護っていう名前をなんかベーシックインカムに変えちゃってマイナンバーあるじゃないですか、はい、あれでも銀行と紐付けちゃって税金とか払うとか全部自動化して、うん、もう面倒くさい審査とかいらないんでもう勝手に銀行から国が引くんですよそうそう消費税みたくで足りない口座には強制的に振り込むってなったら嬉しくないですか皆さん低所得者の方は勝手に引かれたり振り込まれたりするのこれできますよね別にできますねでもできるけど公務員の仕事なくなりませんこれそうなくなる だから逆に公務員の仕事なくなるから公務員のね地方公務員の年間の人件費が20兆円かかるんでこの人件費がなくなるんだよあ20兆円分配れるんですかだから公務員が、だから公務員が前に言って僕が言ったんだけど、これもベーシックインカムみたいなもんですよ、公務員の給料なんて。おっしゃってましたね。僕、ベーシックインカムできないんじゃないですかって言ったら、小川さんが、いや、公務員でやってんだから、ベーシックインカムできるだろうって言うんですよ。できます。あいつら仕事してねえって。仕事してないで。で、身分が、まあ、よっぽど、それはね、痴漢とかしちゃったり、クビになりますけど、それは別に、一般の人だって痴漢すれば捕まりますから、そう、だから、そういうような例外としてね、要するに普通に、普通じゃないですよ。もういい加減にやってたって、クビにならないですもん、公務員。だからこの年間20兆円のベーシックインカムをやってるんですよ、年収。大体平均年収は大体700万ぐらいかな、今、直近みたいで。それをベーシックインカムやってるんですよ、そう。ね。で、それはあくまでも、ね、270万人か、今、確か。270万人の人だからできるベーシックインカムなんだけどね。そうそう。これがまたほら、その、他の層とかに。でも生活保護の人も200万ちょいだから、から本当はもっと、だから本当はだから生活保護だから、なんていうのかな、中には恥とかもしくは一番上はね親にバレちゃうとかね、はいはいはい、これが嫌だとかねだからそんなのもうやめてした方がいいですよ、ね、やめていやあなたがどんな人でもねそれ不正はダメですよ不正はダメだけど本当にお金ないんだったらどんな人でもね例えば月でもその家賃が4万としたら月12万は保証しますよみたいなねそういうふうにね、まあ、金額はその議論すればいいんだけど12万にしますよってもう設定しちゃえばいいと思うんですよそれはケースワーカーなんかいらないですよ、うん、あすごくいい質問だなこれ拾ってもいいですか、根本的なそもそも論になってしまうんですけれども、うん、生活保護は何のためにあるんですかってこれ深くないですかそうですねあこれいい質問なの で、ね、ちょっと生活保護は何のためにあるのか、うん、国民のためです、うん、そうです生活保護は要するにお金がない国民のためにあるんです日本国民のためにだからよく僕相談を受けるときに働けない人はとか、車を持ってる人はとかいろんなこと言うんですけど僕一言で言うんですよ日本国民全員生活保護受けれますよって障害者も健常者も何も関係ないですよって薬剤以外は全員受けれますよって一言言ってるんですよただ条件は一つ国が決めた、所得を下回ってるか上回ってるかってこれで合ってますよね合ってます合ってますだから簡単に言うと国民の命を守るためです。そうです。だから日本にいる以上は死ぬことはないんですよ。病気とかそういうのは別としてね。お金がなくて死ぬってことは本来ないんですよ、この国では。ないんですよ。だからあれなんですよね。この国の法律上ではホームレスとか不労者なんていないっていう前提で作ってるんですよね。そういうことです。で、彼らが自由の意思で勝手にやってるだけだっていうことなんですよね。そうです。そうですよね。そうです。だから、この国はだからちゃんとしてるんですよ。ただ怖いのは、まあ、その今憲法改正ってあってそこになぜか生存権が自民党案では抜かれているってところなんですよ。だから要するにだから一応こういうのってね何でも権利ってそうですけどきちんとチェックしていかないと気がついた時には俺徴兵されちゃったみたいな話となるんですよ。その、結構怖いですよ。僕ね自民党の憲法草案見たんですけど生存権なかったんで憲法から生存権抜かれるんですか。だから自民党ね憲法草案って僕見たことあるんですよ、はい、そこに9条とかみんな言うじゃないですか、はいはい、9条僕ね真っ直ぐ見たら25条なんですよ生存権、はいはい、そこの章ないんですよ生存権があれこれなんですかって言ったらね
あ、いや、なくすわけでもない、なんか歯切れ悪くて、なくすわけじゃないんだけど、特にちょっと今、案には入ってないんでとか、わけのわかんないこと言ってんだよね、自民党の人聞いたら。すげえな。すごい、だからね、そもそも、なんか憲法って、その僕、小学校のイメージですよ、僕、ごめんなさい、学がないんで、小学校、中学校しか行ってないんですけど、憲法を、の時に憲法の時に書くじゃないですか、テストに。そしたら3つ書く欄があるんですよ、うん、そこに日本国憲法の義務条項を書かされるんですよ。あ、はいはいはい、教育の義務、納税の義務、教育納税勤労の義務、はいはい、でもあの日本国憲法90第99条見ると、うん、守らない憲法を守らない人って憲法ってバーっていっぱい書いてあるじゃないですか、うんうんうん、これの守らないといけない人って国とか天皇とか大臣とか公務員って書いてあるんですよ。なんで僕テストの時に義務条項だけ書かされたんですか。全然それって何 なんですか、なんですか。だから本来ねあの本来ね憲法ってのはあの本来憲法ってのは、ね、なぜかと言いますと、まあ、当然あのルールがなかったらみんなねあの犯罪者よってのもあるんですけど、法律の上位概念なんですよね。そう、上位で基本的には権力を縛るものなんですよ。要するにこう大名何にも法律ないとね、あ昔だったら殿様が勝手にこいつ打ち首にしろみたいな話をしちゃうわけですよ。そういうのをなくすっていうのはまず大前提なんですよ、ね、でそれとあとあの現代においては要するにどんな人でもねやっぱ最低限で生きていくねその権利がありますよとか、だから権利なんですよポイントは。そうで逆に権力の暴走を、ね、止めるのも憲法。そうだからあのヒトラーがいい例で、ヒトラーが最終的にやったことは何かって言ったら受験法って言って、要するに憲法をなくしたんですよ。すべての 権限をヒトラーに与えるんだって、当時はみんな今ちょっと小泉さんのビッグバージョンでそうだーみたいになっちゃって、ああいう戦争がなっちゃったってことですよ。なんか今日本がやろうとしてるのってアメリカの真似じゃないですか。真似です、ね、簡単な印象ですよ、はいはい、間違ってたらもうズバッと言ってくださいバカって。でアメリカってなんか修正憲法第2条で武装権持ってるじゃないですか、はいはい、要はあれって農民一揆ができる権利じゃないですか、はい、要は国民が銃持つのは政府が悪いことやったら転覆させる権利を持ってるみたいな、はいはい、だから民主主義って分かるんですよ、はい、国がやったら国民が暴動を起こせる、農民一揆を起こせる権利があるから、うん、要は、国民が政府を監視してるし、政府は要は国民のために働けよ、うん、だからなんか銃なんかとんでもないことやとんでもないことかどうかは分かんないけど、銃殺されたりとか多い暗殺されたりって多いくんじゃないですか、うん、でも日本ってなんて言うんだろう、自由市場とかにはアメリカの真似してやっていくけれども、どうにもこうにも変えられない仕組みというか、うん、どん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 その政治家が権力者の方にすり寄っていく仕組みになってるから、これもう根本的にダメじゃないですか、うん、どこ変えればいいんですか、どうすればいいんですか僕ら。うん、そうですね。だから基本的には権力をチェックできてするですね、機能として、だ憲法の権利のところをきちんとやっぱり主張した方がいいと思います。知る、まず憲法の権利、国民が持っている権利っていうのを知るっていうことと、まあ、投票する、投票するということです、うんうん、権利を守る。そうだから、はい、もう何かというと9条ばっか言うからみんなも嫌気さしたんですよ、自衛隊の話ばっかり。もちろん自衛隊の話も重要なんだけど、それよりもさっき言った生存権とかね、あるいは何だその教育を受ける権利とか、あと何だったっけ、これ忘れちゃった、そう、まあいいや、そういったね権利のところをちゃんと見ていかなきゃいけない。あと公務員がちゃんとね憲法を守ってどうか、悪いけどだって今回の改ざんもそうだけど、要するに公務員が違法なことやること結構あるんですよ。そう、ね、そういうのをチェックしていく。でそれは本来政治家の仕事、それは政治家がやるべき仕事、ね、だって国民が選んでるから、そのために政治家この人だったらちゃんとやってくれるだろうっていう人を一応まあ選んでるのが選挙だからね。そう、そう細かいこと抜きにして、ね、うんうん、ね、だから我々がやることはその権利をきちんとね行使する。で権利っていうのは自分で主張しなかったら、要するに権利に眠る人ね、俗に権利行使しない人はこれ全然救ってくれませんからね、うん、これ一番大切なことなので法律において、うん、そう、よくあの権利に眠るものはその何守られないって言いますけど、本当そうですよ。要するにだから生活保護でも申請行かなかったら誰も助けてくれませんし、うん、まあ、これがいいかどうか別として、うん、そういうもんなんですよ。要するに権利はあの義務も果たせよっていうコメントあるんですけど、はいはい、この前の話で教育のもともと権利だったんですよね、原案は、はいはい、あと例えば
そのあ教育の権利じゃなくて、勤労の権利、勤労権利、勤労権利、これってなんで義務になったのかとか、もともとあれですよね、勤労の義務の中には国は国民の雇用を作らなければいけないっていう内容も含まれてるんですよね。だからあれはね、政府原案は国民は勤労の権利を有するだったんですよ、うん、それが なぜかね、結局いろんな人の意見があって、じゃ勤労の権利を有し、また義務があるみたいな文章になっちゃったんですよ、うん、だからあれはあくまでも要するに生活保護、生活、まあ、今生活保護があるからまあ別にいいんですけど、生活保護っていうものはないっていう想定のもとで、要するにちゃんとね、働く場所を与えなかったらね、国民ほら働いてお給料もらわないと生きていけないですよね。で、政府はそれをやる義務があるんだよと思うんですよ、あれは。だから別に強制労働しなさいじゃないですよ、むしろ逆に憲法は強制労働は禁止してるんですよ、逆に。そう、だから誤解が生まれて、言葉のニュアンスが語弊を与えるように作られてますよね、あれ完全に。で、だっていけないのは やっぱりね、学校教育で教え方がちょっとおかしいんじゃないかと思いますよ、うん、やっぱりだって子供はね、初めて当然聞くわけだからね、当然その先生がきちんと説明しないと、さっきでいきなり義務だけ3つ掛けになっちゃったら、もうそこからするとなんとなくその憲法というのは我々が守らなきゃいけないその学校の規則みたいなもんだっていうふうに思っちゃうんで、そうじゃないんだよってね、憲法ってのは君たち国民を守るもんなんだよって、これなんですよね。だから例えばね、俗に自衛隊が国民守ると同じでね、昔は軍隊が国民守んないで勝手に戦争をやっちゃって、むしろ国民を無理やり兵隊にして借り出してわけのわかんない戦争をやっちゃって最後負けたわけじゃないですか。そうね、そう。で、その反省があって、ああいう憲法がまあいい割り箸でできたわけですよ。ね、もう戦争しないよってね。そう。だから、要するに憲法ってのはあくまでも国民をね、いろんな理由があっても何でもいいから、とにかく国民を守るためにあるんだと。で、それは権力に対するチェック監視ね、権力の暴走、これを防ぐんだというものは基本なんだけど、なんかそこをね、なんていうか、最近の人たちは抜けちゃって、その、ね、今回の憲法を変える話もどちらかというと、なんかその、日本の国民なんか甘えてるとかなんとかね、わけのわかんないこと言って、変えようという傾向、非常にまあ強い。これは結局ね、今のその上にいる人たちっていうのは、さっきも言った通り、やっぱり二世三世の人とかね、うん、そういうもともともう自分たちが豊かな状況にいる人たちなんで、どうしても庶民のことをね、庶民の権利を守るっていう発想が僕は根本的にないと思うんですよ。そのせいで、ああいうなんていうのかな、例えば生活保護なんかについてもね、関心がない人たちが非常に多い政治家も。なんかこれソースをちゃんと見てたのか調べられてないからあれなんですけど、日本が確か何だったかな、50億円以上の資産を持ってる人っていうランキングで、イギリスかどっかの不動産会社のデータで2位だったんですよ。中国よりも人数が多かったんですよ。でも中国よりも人口の数が圧倒的に少ないわけじゃないですか。でもしこのデータが本当だったら、とんでもない格差社会じゃんと思ってゾッとしたんですけど。それはすごいデータですね。そう、そのデータをソースまで行ったんですけど、その会社自体も、その確かにその完璧にはできないと、ただおそらくこうなってるだろうみたいなことを公表していて、海外資産とか持ってる可能性とかがあるから厳密にはデータが取れないんだけど、だからそういう僕データを国民に見せて国民に判断させるっていうことすごい重要だと思ってるんですよ。でそれやったのって近代だとトマ・ピケティとかじゃないですか。トマ・ピケティとかって どうなんですか、おばあさん。いや僕はああいう人にしてものすごい大切だと思いますよ。ただいかんせん、やっぱりああいう人に、なんだろうな、今ね、やっぱ悪いのは政府も悪いんだけど、マスコミも悪いんだよね。結局、じゃあ、ピケティをね、取り上げるからさ、取り上げないじゃないですか、あんまり。うん、そう、コメンテーターみたいでも、まあ、ピケティ系でもいいんだけどね、どっちかっていうとね、そういうの取り上げないでしょ。なんでかな、僕はでもマスコミも本来は権力に対するチェック機関であるけど、でも、全然チェックしないでしょ。で一番のチェックすべきは本来 NHK なんです。NHK が政府を監視するっていう。民放はスポンサーが来たからできないのよ、はい、お金もらってるから。だけど、はい、NHK は受信料制度だから、はい、国民が払う国営放送ないのよ、はい、だから昔の反省で作ったわけ、はい、NHK をね、はいはい、だけどその NHK が逆に予算の承認を聞く、はい、国会議員がするもんだから、はいはい、結局そっち向いちゃってるんだよね、はいはい、そう
全然しまいにはね、その NHK を撃退するステッカーが今流行ってるっていう、もうめちゃくちゃな状況ですからね。めちゃくちゃ状況で、集金なんか受信料を払わないやつをなんかヤクザみたいに雇ってこう脅して取るようなことやってるわけわかんないですよ。まあ、あの末期ですね、末期です本当に。だ、はい、だ本来 NHK っていうのは正義の味方であるべきだって、うん、ね、うん、その NHK が権力のチェックをしているのでうまくいかないよって言うんだったらまだ分かるんですよ。それが NHK が逆に権力とタッグ組んじゃってるんで、なんていうかあ、もうお話にならない。なるほど。そうそう、はい、やってることがそう。ということで1時間ぶっ続け話したので、ちょっと10分ほど休憩をいただきたいと思います。はいはい、後半では皆さんの質問を取り上げるコーナーを30分ぐらい取ろうと思ってますので、皆さんそのままぜひ、待機していてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、聞こえますか皆さん。聞こえたら教えてください。ただいま戻りました。和道です。はい、小川です。よろしくお願いします。ちょっと冒険をしてみようかなっていうふうに思ったんですけど、生活保護のことに関して専門家の方のご意見とか、まあ、生活保護に対する反対派の意見っていうのをちょっと取り入れてみた方がいいんじゃないかということで、ちょっと突発的に僕の方でトークの内容変更しまして、皆さんの電話相談受けるっていうのは賛成でしょうか反対でしょうか。皆さん悩んでる方多いと思うんですよ。例えばその生活保護を受けたいのに、区役所とか市役所で追い返されましたとかで、今生活保護を受けているんですけれども、例えば、こういうことで困っていますとか、いろんな悩みとかがあると思うんですよ。そういった生の声を小川さんに直接相談する機会っていうのがあったら、役に立つんじゃないかなと思ったので、今ですね、コメント欄に表示させたんですけれども、僕の LINE を表示させているんですね。で、この URL をクリックすると僕に電話をかけることができます。で、小川さんと、直接お話をしてみたい、もしくは相談してみたいっていう方がいらっしゃいましたら、こちらの LINE の登録をして、僕に先にメッセージをください。今から電話しますとか、電話かけたいですって。で、そちらの方で僕が承諾を押すと皆様から電話をかけることができますので、今から普通にトークをしているんですけれども、相談したい方はぜひ電話をかけてきてください。で、お名前の方とか僕らの方で伏せますので、匿名性は担保されてますので安心してください。どうでしょう、賛成ですか反対ですか、いかがですか皆さん。ちょっとやっぱりその生活保護の、反対派賛成派っていう直接の意見を取り入れた方がいいんじゃないかなって僕は思っているんですけれども、やってみますか。うん、時間はね、今から、1時間限定です。1時間限定です。もしあれだったら、電話の方をかけてきてください。電話の方はですね、今、公開してますが、こちらの URL をクリックすると携帯電話で LINE がかけられますので、先にメッセージをください。電話かけたいですとか、生活保護のことで反対意見ですとか、相談がありますっていう風に書いてください。そしたら僕の方で今電話かけてきてくださいって。反対派は全然 OK ですよ。はい、大丈夫ですか反対派の。大丈夫です。多分生活、はい、保守派の俗に言うネトウヨという方がたくさんいますので、僕もね、どっちかっていうと、はい、まだ30代前半というかね、生活保護の部署に配属された時はちょうど2005年、まさに小泉竹中当選の時で、はい、僕もどっちかっていうと新自由主義の方に染まってたんだ。なるほど。逆に反対派の方の考えも分かります。なるほど。今は違いますからね。今は全く違いますから、ね、新自由主義ではなくなったと。ないです、ね、なるほどなるほど。いろんなこう実態が分かってくると全くのそれは間違いだと。法律に対して反対とかではなくて、その生活保護っていう制度自体に反対なのでっていう意見をぶつけたい方を募集していたりとか、また逆に生活保護で実際に困っていることを相談したい方の、突を待っています。よろしくお願いします。
どうですかね、格差が広がっていくっていうことで、まあまあその学業であったりとか。でも日本って相続税ってその相続3代相続するとゼロになるから、はいはい、世界的に比べたらいいっていう意見とかもあったりするじゃないですか。まあ、ただお金がある人っていうのは、はい、まさに相続税対策ってやるわけですよ、ちゃんと。だから結果として資産は残るようにできてるんですよね。なるほど。そう、だからその相続税対策に対して今度は国税庁の、まあ、ノンキャリっていうのかな、税務署の人が頑張って、またお互いにこう争いみたいになってるんですよね。そう、お金がある人はいい税理士雇えますから、そこでまた格差ができると。当然よけば節税ね、まあ、脱税なんだけど、まあ、節税あくまでもそう、できちゃう。だから、多分そこはだからおそらく芸能人でも中でもね、例えばその例えばで言うなら、例えばタモリか、はい、タモリさん出ませんよね、絶対に番付で。はい、出ません、ね、はい、だから彼は節税がうまいんですよ。ほう、一方でたけしはなんか出ますよね、ビートたけしさん。確か出てなかったっけ。ってことは税金をたくさん払ってる。そう、払ってるから。だからこれ冗談かしないけどね、映画を2個作るのにね、だって2個作ったって1個の映画分は税金で持ってかれちゃうから1個でいいよって意味不明、本当か知らないですよ。本当か知らないですけど、そういうこと言ったって逸話があるんですよ。タモリさんは節税上手で、たけしさんは税金をバンバン払ってる、いい人だというか、あんまり考えてないのかな。いやいや、まあ、まあ、はい、いや、まあ、たけしさんとは、たけし軍団でいるぐらいだから、はいはい、そういう、なんていうの、親分派なんじゃないですか。ああ、なるほど。で、タモリさんとは、タモリ軍団ってないでしょ。ないですね。だから、タモリさんは自分のことだけ考え、まあ、言い方悪いけど、うん、まあ、みんな、人間そうなんだけど、タモリさんは本当に自分のことだけ考えてて、うん、私もしっかりとこう節税をするし、うん、あれ、ふざけてますけど、普段すごい真面目な方らしいですからね。うん、上の人がいるときは、だいぶいいし、うん。番付出てましたってことで、税金をいっぱい払ってらっしゃるんですね、じゃあ。多分そうですね、そう、タモリさん絶対出ないでしょ。憲法の言う国民とは日本国民、そうですね、ああ貧困ビジネスですかね、生活保護ビジネス、登録者で1万件の経営者がいることについてどうかということですね。そうですね、だからこれはそうですね、まずホームレスのやつですかね、貧困ビジネスっていうのは、ホームレスの方を要するに入れて、その方の生活保護を受けさせて、その保護費を、まあ、ピンハネしちゃうってやつですよね、はい、だからこれはね、貧困ビジネスはもちろんいけないんですよ。ただね、これはまたね、実はその市役所と、まあ、微妙なつながりがあって、市役所としてもね、本来ホームレスの方っていうのはアパートでの生活ができるんであればね、アパート持たせていいんですよ。いいんです、これができる場合は。だから松本人志さんが言ってたネットカフェ並みうんぬんかんぬんってありましたけど、ああ、なんかニュースになってましたね。だからネットカフェの人はね、ただ、ああ、でもネットカフェで生実家仕事して収入あると生活を受けられないからな、ちょっと微妙なんですけど、仮にお金なかったら、ね、たまたま派遣で金がないとすると、生活を受けれたら、ネットカフェからアパート持てるんですよ。で、そうすれば、この貧困ビジネスは事実上なくなるんですよね。だけど、役所としては、ほら、要するに管理しやすいようにしたいんで、居宅生活可能かどうかを見極めるためにっていう意味不明な論理でもって、この貧困ビジネスやっている、例えばその、もう名前出しちゃいましょう、SSS さんとかに、ね、お願いして入れちゃうんですよ。だから、あともう一点ね、もし仮にね、そういう施設でやるんだったら、国が施設作ればいいんですよ。僕もそう思いますね。で、国がそれをやらないで、逃げちゃってるから、じゃあそういう、ちょっと表現悪いけどね、問題ある表現かもしれないけど、そういう汚い仕事を、そのなんか、要するにこう、ヤクザ系の、グレー系の、人にやらして、ごまかしてると、そう。だから、貧困ビジネスもいけないんだけど、その元となるのは、やっぱり最終的にはその国とか市とかね、しっかりそう、してないから、してないから、こういうことが起きてるっていうことは、間違いない結論です、これは。まさに私が実際やってたって別に、銀行ビジネスじゃないんですよ。ケースワーカーやっていて、そういうところに入れてましたから。そう、だって、上からアパート持たせようとしたら怒られましたからね。書いてあるじゃんって言ったら、そういうこと言ってると、まあ、役所で出世できなくなると。上司の忖度をね、しないで言ったんですよ。書いてあるじゃないですかって言ったら、ダメ、ね、怒られちゃった。そこで忖度して、そういうのは無視してね、言うとおりやると。まあ、そうすると今回の森友事件みたいに改ざんしちゃうわけですよね、上に言われて、いやいやと。
貧困ビジネスね、はい、うん、で実際まだ未だに行われてますから。でも貧困ビジネスを問題にする政治家さんもね、全然なんかいないのも面白いですけどね。一、うん、人くらいなんか貧困ビジネス反対とかいう政治家いてもいいと思うんだけどね、うん、ケースワーカーって悪役がいる。あ、悪いやつがいるんですね、ケースワーカーのね、うん、悪役ってケースワーカーはなんていうの、悪い人っていうなんていうかな、この口調がき、ね、口汚い人とかね、うん、生活保護の前借りができる人とできない人の違いは何でしょうか。前借りができるってことですよ。僕生活保護を受ける前に行ったんですよ、うんうん、でその時に僕ネットカフェ難民だったんですけど、うんうんうん、いくら必要だって言われたんでネットカフェ代と1日500円の食費を言ったんですよ、うんうん、そしたら2万円かなんか渡された記憶ありますね。10日間で2万円これで生き延びろって言われて、あの、ね、それはね誰でも借りれますよ、あのお金別にあの議員さんとは関係なくてね、要するに前借りですよね。これは 区や市によって違うんですけど、例えばその例えばあるところだと1日500円生活費、うん、例えばでもねアパートでいて電気代滞納して電気止まっちゃっていったらその明細持っていけばそれプラあの1日500円プラスして電気代の滞納分を貸してくれる、光熱費についてはね貸してくれます。それは、うんうん、基本的にどこでも貸してくれる、いや、やってくれるはずです、うん、だ僕がこの間その相談を受けた方はあのそれをやってくれて、ただ2日後に出すと言ったからさすがに私もいやいや電気止まっちゃうで2日後じゃだって困るでしょって話したら、なんかそれこそさっき言ったあの決済じゃないけど上に寄せハンコもらいく時間があるんでとかわけわかんないこと言うから、いや仕事がめんどくさいからってことだったよ。だからダメだって言ったら妥協案でせめて明日にしてくれって言うから、その本人に一日大丈夫ですか電気なくてって言ったら分かりましたつって、それこそネットカフェ泊まったらしいんですよその日は。それってでも役所の方もダメですよ。ダメです。全然ダメですよ。絶対ダメですよ。だって僕本当に苦しかったんですよ。だってポケットの中数百円で本当に最後の最後もう恥ずかしさとかもうそれこそ本当に生きるか死ぬかで、僕ぶっちゃけて言うけどこれでダメだったら死のうと思って行ったんですよ。だから僕の場合は借りれたからあれだったんですけど、それで明日待ってくれよ。多分自殺しますよ多分。だからあさってっていう話でね、うん、でその人もね、そのなんていうのかな、あの要するにあの今2月28日に申請して一応仕事決まったから、仕事決まってもらうお給料出るのが4月15日だから、もう今手持ちが1万切っちゃってるんで、アパートの家賃も3ヶ月滞納しちゃってるんで、もうどうしようっつって僕に相談来たんですよ。だから、2月28日に急いで行けば2月分の家賃も出ますから、ただ家賃といっても基準が3万7000円だったかな、基準しか出ませんけどねって、それ以上5万円だから家賃が、そうだからそれ以上出ないけど一応出ますからって言って急いでその行ったら、なんか最初は冷たくてね1ヶ月かかりますとかって言われて、いやそれ嘘だからって言って、でもうだから電話もねその場で行政書士の小川が聞いてるっていうふうに言っちゃっていいですかって、でその場でもう生中継やっていいですかって言って、それやったんですよ。そしたら相手が態度コロッと変わって、2週間原則でしょって私が言ったら、生中継って何ですか。だから携帯を置いて、はいはい、その何面接の員いるじゃない、面接の人、はい、面接の人と、はい、そのいわゆる申請している人のやり取りを全部私が聞こえるようにした。電話でですか。電話です。ほう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 。それやったからもう相手態度変わって、ほうほうほう、でそこの市役所なんか多分ダメな市役所なんでしょうね、もうすぐそれを申請書出してすぐもう、あ、小川さんすぐ受理できてるって言うから、あ、分かったって、そうだ水際しないです、ですぐ受理できて2週間ですよねって言ったら、3月16日にお金が出て、でそれでお金返しに行ったら、返しに来た社会福祉協議会の人がね、びっくりして、え、こんな早く決まったんですかって言ったんだって。ダメなんだからね。だからそこからもうね出したら、要は市役所って、まあ、言い方悪いけど終わってるんですよ。うん、ひどいじゃないですか。もうそんなあさって数とかね、2週間で16日でしょ、別に早くないですよ、別にそう申し訳ないけど、だけど、え、そんなに決まったんですかって言われたって言われて、大川さん助かりましたって、いや助かりましたって、本来は市役所がちゃんとやってれば、僕がそんな生中継しなくてもいいわけなんですよ。だから生中継したことで、まあ、まともに普通にやってくれたっての話なんですね、これ。まあ、だから人によって態度を変えるっていう実態があるっていうことですよね。よく公明党、共産党の議員さんとかと一緒に
一緒に行くと通りやすいっていう、あれ本当なんですか？あります。あのね、まあさすがにそれこそね、今回の佐川さんじゃないですけど、違法行為はできませんよ。貯金が30万あるっていうのに、いくら公明党さんが受けさせろって言って、それやっちゃったらそれこそ今回の佐川さんになっちゃうんで、それはダメですけど、例えば今言った通り、あの公明党さんが来ればね、さっき言った貧困ビジネスのところに入れないで、アパートを持たせてあげるとかやってますよ。なるほど。だってそれってずるいじゃないですか。で議員さんと一緒に来たらアパートも持ってて、一、うん、人で相談行ってね、わらもすがる思いで、一、うん、人でわらもすがる思いで行ったら、はい、そのな変なでもこれ僕の体験なんですけど、僕決死の思いで共産党のページから資料ブワーって集めて、もう握りしめて行ったんですよ。これなかったら本当に死ぬと思ってたから。で最初相談受けますって言うんですよね、うん、そうで相談受けて、いや俺は申請しに来たんだぞで突っぱねて書いてきたぞって言って渡して、これを通してくれって言って、でもう最悪これで通らなかったらもう俺は行くとこ行くって、知り合いのそのなんだ記者のところにこれリークするからなぐらいの強気で行ったんですよ、はいはいはい、そしたらグループのところ、要は50人ぐらいのなんか雑魚部屋みたいなところだけどいいって言われて、はい、ごねたんですよ僕、うん、いやもうそれだったらアパートに入りたいから漫画喫茶にいてもいいだろって言ったら、それはさすがに無理だって言ったら、なんでか知らないですけど上司が出てきたら個室が取れましたって言うんですよ。ってことは本当は個室があったんだけど大部屋の方に入れろっていう指示があったってことですよね。そうですね。こういうのあるんですか実際。あのね、要は基本的にまず第一は、はい、さっき言ったそのホームレスの支援施設に、はいはい、施設に入れちゃうんですよ。はい、で空いてるとこ探して、要するに言い方悪いですけどね、こういう発想なんですよ。あのね、要するに雨中しのげなかったんでしょ、うん、だったら施設入れるだけでもラッキーじゃん、うん、しかも税金でみたいな、こういう発想が根本にあるんですよ。根本に根っこにね。そう、それが上司に待って、その上司の発想が部下にも伝播してるんですよ。なるほど。そうそうそう。で自分たちだって税金なんですよ、うん、前にも言いましたけど、ね、人事課支給日って言ってるんですからね。そうね、ベーシック金額ね、そうもらってるんだから、うん、ちょっと多分伝わらなかったのでもう一回僕説明しますね。ケースワーカーに給料を支払いますよね、うん、その時ケースワーカーの上部組織は給料を払うことを支給日だって言ってるっていう話です。伝わりますこの高度の逆。これはまあちょっと要は末端で働いてるケースワーカーは、はい、その生活保護と同じ扱いだっていう、そのひどい扱いをしてるっていうことですね。そうそう、だから市役所の中でもその上、まあ、その縦社会があって、人事課とか財政課っていうところはね、まあ、民間でもそうですけど、そういうところはエリートコース、要はエリートコースがあって、ケースワーカーってのは悪いけど弾かれた人たち、うん、そう、でその弾かれた人たちが生活保護の仕事をやって、そこでまたこうひどいことをやってるという現状が、うん、まあ、あるよ。本来だから製造権の仕事なんでね、しっかりした方にやってほしいんですけど、実態として、まあ、最近少し変わってはきたらしいんですけどね。でも、まあ、でもまだまだどちらかというと、まあ、いわゆるエリートコースではないですね。これは何ですかね、追求支給額ってどういう意味なんですか。追求はばかるから、ね、これ何なんですか追求支給額。追求ってのはおそらくその例えばその月に払った方が実際より少なくて、例えば仕事をしていて収入が減っちゃいましたと。なんで、ってことは本来その例えばその月に払う方が、本来の保護費より支払う保護費よりも少ない保護費しか渡しなくて、追加で支給するところですね、追求なんで。要は計算間違えたってことですか。いや、計算間違えないです。要はね、給料の後で申告見たら、あって見て、あ、この給料じゃ、要するに、申告見なきゃ分かりませんから、給料申告はどうしても遅れちゃうんで、あ、なるほど。で、後で見て、あ、この給料だったらごめんなさい、じゃあ、追加しますねってことで追加する。だから逆回りなわけ。実際の給料多かったら逆に返していいんだな。なるほど。僕は返してねだったでした、ね、だから返しに行ってたんですよ。じゃあ給料日のズレってことですね。支給日と後になるか前になるか、必ずしも計算間違いではないですね。なるほど。じゃあ働いてる方なんでしょうね、多分。多分働いてる方か、うん、それか、あとなんか障害者のなんか加算がなんかついてる、お金増えて、それで急いで、まあ、追加で支給したとかね、うんうん、なるほど、うん。公園を住所にしてもらえるのか。僕の場合は住所不定だったので、確か新宿区役所に住民票を移しました、一回。要は区役所を住民票にすぐ変えて、で
次の日にアパート行ってアパートに住民票変えたっていう、なんか2回手続きめんどくさいけれどもって言って、うん、そういう僕は流れでしたね。公園の住所では通らないですよね、多分住民。厳密に言いますとね、だってあの公園は分かんないですけど、例えば車じゃないですか、はい、車で寝泊まりしてれば一応車を挙手にしていいってなってますよ。お、はい、あのやっぱり厚生労働省の官僚さんね、やっぱ、はい、頭いいですね。あの、うん、こうちゃんと DM 書いてある、ちゃんと全て、うん、だから最初僕も車なんかダメなんだろうと思ったんですけど、はいはいはい、実は OK なんです。そう、だからもしかしたら公園もちょっと書いてなかったんですけどね。でも多分公園でもし寝泊まりしてる場合、うん、厳密に言えば公園でいいのか、あるいは逆の別なんかの法律で公園じゃ寝泊まり行けないからダメだなんだか分かんないですけど、ただ実態として公園で寝泊まりしてれば、でもおそらく公園で寝泊まりってことはホームレス扱いになっちゃうから、結局どっか施設に入れられちゃうってことですよね、うん、おそらく公園で、公園にいながらね受けるってことは多分させないと思うんですよ。テリアさんのコメントで、うん、大阪に住む友人がうつ病になって生活保護を申請しに行ったら、はい、ケースワーカーに5体満足やんけ、働けるやろ、土方でも1000回と追い払われて自殺しました。これ本当に言いたいんですけど、これはやばいじゃないですか。いや、あのね、みんなこれ本当に覚えておいて、俺はね、この国っていうのは年間3万人死んでるって言われてるの、ちょっと減ってきてるんだけど、年間3万人で、 WHO の計算だとね、不審者とか遺書が見つかってないものをカウントに、半分入れるのかなっていう計算式でやると、この国は7万人から10万人自害をしてるだろう、自殺をしてるだろうって。で、この10年間だけで70万人から100万人が自ら命を落とす国ってやっぱ狂ってるんだよ。だからみんな生存権、生きる権利持ってるから、俺はこの自ら命を、経済的な理由で、ね、お金がないからとか、こういうケース、そのテリアさんのお友達みたいに生活保護行くっていうのは俺は体験してるから、すげえ本当に生活保護あの時受けなかったら死んでたかもしれないの。みんなね、あの死ななくていいから、あのいいからね、あのみんな受け取る権利があるの。生まれた時から消費税払ってるの、税金払ってるんだよ。だからそれは払ってきてる、消費税もタバコもなんだかんだ、ガソリンも何でも払ってるんだよ。で、払う時だけ強制的に払って、受け取る時は申告っていうのは、俺はどう考えてもこの国おかしいと思ってるの。もしくは義務教育の段階で、生きるか死ぬかの大事なことなんだから義務教育で教えろよ。バカでもわかるよ、小学生でもわかるよ。だからもし友達でそういう人がいたら僕らに紹介してください。僕ら力になります。 LINE でもツイッターの DM でも何でも構いません。今ね、漫画喫茶でもネット環境絶対あるから、フリー Wi-Fi でスマホも絶対あるから、紹介してください。死にたい。経済的な理由で死にたい。ケースワーカーで困ってる。生活保護もらえない。相談ください。YouTube のコメント欄、ツイッター何でも構いません。ただ今忙しいんですよね。いや、ください。殺到してる状態なんですよね、うん、でも殺到してますけど、ぜひください。本当に今のね、先いや、あの報酬は取ってないですよ、小川さん。あ、お金ね、無料です。一切無料でボランティアでやってるんですよ。本来 NPO の活動やってる人が、こういう俺は活動をやらないといけないと思ってるの。そう思いません？お給料もらってて、国から助成金もらってて、こういう人が生放送で声出してテレビに出て、バンバン僕らに電話くださいってやるの、やってないから俺らがやってるんだよ。そう、うん、で本来だからこれ無給だよ、うん、でも狂ってると思いません皆さん。経済的な理由で税金ずーっと子供の頃から払わされ続けて、受け取る時に働けるやろ帰れって、働ける人じゃなくて経済的に困窮してる人は国は救わないといけないんです。この国は憲法、国が守らないといけないルール、憲法25条読んでよっていう、どう思いますか皆さん。すいません、熱くなって。いえいえ、うん、本当にだからね、今のような、ね、ケースね、絶対にですね、一番これもう問題なんで、私のね、動画でも、このコメントでもいいですし、ツイッターでもいいですけど、コメントを送ってください、こういう方いればね。YouTube の方に、具体的にコメント書いてくれたら、返信していただけるんで。しますんで。で、またね、そうしないと、またこういうこと起きますから、ね、そう、繰り返し起きますから。いや、これ、今の、これ正直言って、もう当たり前だけど大問題ですよ、これ。追い返しました。いや、もう僕ね、追い返したって、窃盗しましたって例もあるんですよ。これ、窃盗のはまだこれ生きてますけど、これ、お亡くなりになっちゃったんですかね。うん、もう命返ってこないよ、みんな。あのね、アンチコメントとかもすごくくだらないんだ。命は返ってこないから死んだ人間。俺の友人も経済区で3人死んでんだよ。俺32歳だよ。
人はさ、もう最悪だよ。二人はいいよ、自分で死んだから。一人の知り合いはさ、車で奥さんと子供と道連れに死ぬんだぜ。狂ってるよ、はっきり言って、この国。どう思います？狂ってるよ、俺からすると。バカバカしいよ、本当に。生活保護が権利だから。俺は、働ける人は働くのは、働くことはいいことだと思う。でもね、働いてないニートがいるのにね、働いてないニートに対して働けって、働くことは罰ゲームじゃねえからな。働くことは本来喜びなんだよ。尊いことなんだよ。みんな働きたいよ。でも世の中には、残念ながら働けない人もいるんだよ。ホームレスになっちゃう人もいるんだよ。ね？その人たちを助けるための制度なんだよ。で、半年でもいい、一年でもいい、そっから普通の生活取り戻して心が安定したら働けばいいじゃん。そこぬるまる湯浸かるのはダメだと思う。俺もみんなそこは一緒。ただ、本当に段ボールで寝てみて、一日でできるみんな。本当にこれね、嘘じゃないの。俺は体験したから。公園でもいい。一日真冬で段ボール引いて寝てみてくれ。寝てみてくれ。マジ、死にはしないから。たった一日段ボール引いてみてくれ。それ絶対死なないの分かるでしょ？どんだけ辛いか分かる？どんだけ悔しいか分かる？誰も助けてくんねえぞ。だからこれ広めたいの。死ななくていいから。うん。俺ホームレスの知り合いに言ったんだよ。生活保護受けましょうって。俺も受けてたから、大丈夫だからって。そしたら、一回受けたことがあると。水際作戦もなったし、でもね、その大部屋の中で何が起こってるかって、俺ホームレスの知り合いいっぱいいるんだよ、仲間が。ほっとけねえんだよ、俺もホームレスだったから。ホームレスのおっちゃんに聞いたんだよ。そしたらなんで行かないのって言ったら、大部屋でホームレス同士が喧嘩すると。狭い部屋の中に何十人もいてみろって。喧嘩に殴り合いになるんだよって。ね？人間らしい生活じゃないんだって。少しでもやっぱ生きることはキープしないとダメよ。と、俺は思うよ。俺は思う。わかんない。わかんないけど、一回段ボールで真冬に一日寝たら絶対わかるよ。うん。それ誰でもできるから。そう、だからね、アパートね、持ってるんですよ。本来ね。そう。それをめんどくさ、要するに市役所側として管理しやすくするために、その大部屋とか、その貧困ビジネスの部屋に入れちゃうんですね。だからそれを何としてもね、私は違うんですよってことをね、動画でも言ってるんですけどね、とにかく拡散して広めてもらって、ね、そうすることによって、やっぱ政治家の皆さんも変わってもらわなきゃ困る、正直。OK、働きたくないやつがばっかり出てくる。なんでかって言ったら、俺は結論出すね。最低時給、東京でさ、生活保護の方が豊かになっちゃってんの。末端労働者。俺は働くことはいいことだ。最低時給上げてほしいの、国に。わかる？最低時給を少し上げるだけで、働いてる人にはインセンティブ与えてほしいの。でも今って医療費が無料とか、年金がね、免除になるとか、いろいろ、免除でしたっけ？まあ、免除ですね。まあ、もらえる額はよくよく少なくなるんだけど、生活保護者が羨ましい状況になってんの。一番末端の労働者より。だから国が、ちょっと最低時給を上げてほしいの。どうにかこうにかして。そしたら働くようになるって。そう思いません？だから、なんでこんなニートがいるの？無職がいるの？って。これ国民がやってるストライキだから。うん。俺ニートいてもいいと思うよ。親が金持ってるんだったら。うん。別に金持ってるところから金自由にやってもいいと思う、全然。ただ、働きたくなるって。うん。と思いません？どう思います？俺はそう思うけどね。俺は働くことはいいことだと思ってるから。ガンガンと。だから俺生活保護受けてる時に早く自立したかったよ。早く食えるようになりたかったよ。でも努力したらできるんだって、そんなこと。でも、段ボール生活とか漫画喫茶生活してるときなんか、そんな未来なんか考えてなかったよ。明日生きるか死ぬかだったからね。うん。それは、衣食住が整ってて初めてできるんだって。だから俺は証明したじゃん。生ポになったらずっとニートじゃなくて、生ポになってこうやってやってるじゃん。俺は戦ってるよ。だから生活、本当に死にかけた人の体感、本当に寒い中餓死してる人の体感っていうのを分かってほしいの、俺が言ってんのは。その人たちは助けようよ。その人たちが怠けてるんだったら、そこはそこで俺は働こうって言うよ。うん、分かる？その末端で苦しんでるホームレスの人とか、死ぬかもしれない死んでる人がこんだけいる世の中で、この人たち叩くのは間違ってんじゃねえかっていうのが、俺はみんなに伝えたいことだね。うん、その人たちにも生きる権利があるんじゃないの。自己責任なの全部。生まれた時から金持ち生まれたらそんなこと考えないでしょ。
だから本当ね、親が金持ちで親が金持ちで生まれればね、逆に働かなくてもお金が入っているんです。それこそだから親の生活保護、生活保護って変だけど、まあ親のお金があるから、その人たちは働かなくて お金持ちの生活ができるんですよ。だそっちをむしろどうしても問題にね、問題っていうかね、していかないといけないと。本来は生活保護とね、労働の問題っていうのはセットなんだよ。わかる？わかる？働けない人が増えてるから生活保護になるっていう、裏と表なの、これって。だから、生活保護の人がこんだけ増えて、働く気になれば働けるっていう問題じゃなくて、こういうふうに生み出しちゃってるっていうのが、もう資本主義のもう末期だと思うよ、俺。行き過ぎた資本主義の慣れの果てだと思うよ。うん。どうなんだろう。もし意見がある人は、とつかけてきてください。生活保護のことで困っていること、意見言いたいこと、ちょっと小川さんに相談したいことがある人は、電話待ってますんで、うん。俺はね、別にね、自由に、その才能のある人が自由にやって多く稼ぐことはいいことだと思ってんの。別にそこは悪いことじゃないと思ってんの。でもね、生涯サラリーマンが普通に働いたら2億とか3億だと思うんだよ。で、家庭を食わせて豊かに生活ができるっていう平均って言われてたもの。100億必要か？人が一人生きていく上で。一人が100億とか50億とか持ってて、一人が年収ね、200万とかで生活しててって、もうぐっちゃぐちゃだと思うよ。そこは、やっぱりバランス整えた方がいいんじゃないの？ここ先進国だぜ。日本だぜ。俺はこの国に、この国で恥ずかしい部分はあると思うよ。うん。声とか変えることはできないけど、匿名は担保します。はい。匿名は担保します。声はボイスチェンジャーとかはかけないです。まあでも、声を聞いてね、こいつに違いないっていうことはないと思うけどね。一応日本には1億2000万人いるんで、多分大丈夫だと思います。だからね、生活保護ってどうも不正受給の話すぐ出てきますけどね、ただこれは例えば税金でもね、脱税がいますから、何の世界でもそう、公務員も不正するしね、そう。だからね、生活保護だけなんかこの不正ってやるのはね、非常にこれね、ケースだから経験したものからするとおかしい、正直申し上げて。なんか、あたかみんながなんか不正して、だから結構その保守系のね、動画なんか見ると、すぐ外国人不正受給、ポルシェ持ってましたとかやるけど、それは、そのたまたまそのポルシェ持ってるやつがいるだけだって、そんなのもう0.00の世界だから、全然それ見て、ああみんななんかやってるんだってイメージは、これは間違いない。例えばなんですけど、お母さんすいません、ちょっと僕今ちょっとエンジンかかってきたんで申し訳ないですね、現場にいたわけじゃないですか、専門家じゃないですか、不正受給って言ってるけど、現場を担当されていて、実際不正受給が起こったケースの割合とか体感をちょっと伝えていただいてもいいですか。僕はですね、とりあえず当初3年間不正受給なかったですね、全く。3年か4年間なかったです。僕のところなかったです、全く。自分の、市役所で調べてる範囲ではですね。で、あとあったのは、せいぜい、100人か100世帯か、100世帯ぐらいいて、まあ大体そのうち1世帯ですね。うん、僕の体感としては1世帯。どんな内容なんですか？内容はだから仕事をしてて、実は申告しなかった。だいたい20何万ぐらい。で、理由が、その実はその付き合ってる彼女がいて、妊娠しちゃったんで、それを下ろす費用を作るために仕事しましたと。まあ、これはアウトですね。アウトだけど、本人は、だって下ろすためしょうがないじゃんかって言い張ってたけど、まあ、それはと言って説明して、まあ、今、お金結局返してもらってますけどね、分割で。そう。のケースとか、あとはそうですね、障害年金をですね、黙ってたと。うん。そして、障害年金はね、発見しにくいんですよ。俗に言う、税金のね、税金で大体引っかかるんですけどね、税金払ってるんで働くと、から年金もらうと。だけど、障害年金や遺族年金というのは、税金がかからないので、見つかりにくいんですね。ところが、たまたま見つかって、それが遡って何百万だった方が、まあ、約1名いましたね。でたったこの 1% とかのレアケースで残りの 99% の人を巻き込むような風潮になってるように俺見えるんだけど、どう思います？このたった 1% の人のせいで 99% 全部が悪いみたいになってるようなイメージ操作をされてるような気がするの。目覚まそうよ、本当に。
だから本当印象操作で、だからその生活保護費を今回まあ減らす。不正受給は俺は悪いって言ってるからダメだよ。そうじゃなくて生活保護を普通に受け取る人っていうのは受け取る権利があるんだから受け取ろうよ。本当に死ぬ人いるんだよ。死ぬ人が、その人の命、自分の知り合いだったら嫌じゃないの、みんな。正気かよ。パチンコってどうなんですかっていう、この前パチンコの件はもう話したんですけどね。いや、パチンコやっても問題ないですよ。その保護費の範囲内であればですね、問題ないですよ。パチンコすることは。そう、まあ、ただパチンコにはまってお金がなく、もう保護費使い1日で使い切っちゃったとか、そうなるとこれはもうアウトですよね。要するに生活保護違反ですね、完全な。それかもしくは依存症ということで病気で、まあ、治療を受けてもらうか、どちらかということになってきますね、これは。いるんだよね。わかるわかる、川子さん。水商売をしていて生活保護もらってる人たくさんいる。なんでかっていうと現金手渡しじゃないですか。うん、そうそうそう、あ、多いんですよ。これはね、まあ、これはね、私 の, やってたパターンでも、まあ、本当わずか、わずかっていうか、本当1件か2件かな、いましたね。分かっちゃうけど、なんでかっていうと、子供を保育園に入れるんで、そこの就労場所を書くんですよ。そこで就労場所を、いわゆる水商売の場所を書いてたんで、まあ、私が結構深く調べたら分かっちゃって、でまあそのまあ、不正受給ということでね。働けるのに働かないってみんなやっぱり言うんですよ。うん、もう一度、もう本当にお手間をかけて、もう3回目どころか5、6回目だと思うんですけど、生活保護の受給条件というか、生活保護もそもそも論、もう一回説明していただいてもいいですか。うん、生活保護っていうのは、まず、基本的にお金がなければですね、問題は別に病気であろうが病気でなかろうがですね、年齢が若かろうが高齢であろうが、生活保護は誰からの援助がもらえないんであれば受けることができます、これは。でだからもし健康であればね、生活保護を受けてお金がね、まず生活費きちんともらってから仕事を探すっていうのが決まりなんですよ。で仕事を一生懸命探して見つけて、生活保護費、毎月もらう生活保護費以上の収入を得ることができたら生活保護を抜ければいいんですよ。でなかなか探しても見つからないんであれば、生活保護はそのまま受けていっていいんです。別にいいんです、これは。だから働ける人は生活保護もらえないっていうのがそもそもの誤解なんですよ。憲法、日本国憲法第25条、間違ってたらごめんなさいね、すべての国民はから始まってるんですよ。障害者はじゃないんですね。わかりますね。働けない人はじゃないんです。すべての国民は、文化的で最低限度の生活を営む権利を有するであってます。はい。わかります？すべての国民ですよ。障害者は、働けない人はじゃないんです。要は、国が定めた、額よりも下回ったらもらえるんです。わかります？その上で働きましょうっていう順番が間違えたらダメなんですよ。日本国民全員もらえます。厳密に言うと、でもダメなのはヤクザ、暴力団員です。暴力団員、暴力団員だけはダメにしてますね。まあ、ただ暴力団員も、例えば命にかかる場合、入院しちゃってる場合とかは受けれますね、その場合は。でまあ、実際はね、受けてる人のもう8割以上は高齢者か、障害とか病気の、ね、精神疾患とかある方ですから、働ける方だったら大体いわゆる65歳未満の一応健康と言われてる方ね、は、まあ、大体 10%、うん、10何%ぐらいで、その中でも大体もう65歳未満ですから、60代前半とか50代の方とかいますんで、この60代前半とか50代の方ってなかなか仕事をね、見つけられないですよ、現実問題ね。よくね、仕事を探せ探せって言いますけどね、市役所の方ではね。うん、僕はだからね、今でも覚えてるのが、生活保護を受給してた時に手渡してもらいに行く時、女の人が泣いてるのよ。でそれ何言われてるかって言ったら、歌舞伎町そこにあるから体でも売ればって。あれでボロボロ泣いてる時に見た時に、どうなのとは思ったよ。まあひどいね。それはダメでしょ。そんなのダメでしょ。とは思うけどな。
あ、だからかなりね、あのそういうことね、まあ、言うね、あの公務員の人ね、いるんですよ、うん、いる。だからで、そっちの方はね、あんまりね、その問題視されない、されてない、不思議と、うん、これ大問題ですからね。俺はその人に声かけて申請書っていうのをくださいって言って、これを申請書いて、これ手紙出しちゃえば役所の人は絶対出すからって相談って言って、私は申請書を出しに来ました、申請書をくださいって言ってごらんって言って、俺は去って行ったけどね。あのね、あの例えばさ、国家予算の中でさ、みんなさ、生活保護の普通の生活の部分が2兆円で、医療費を込めると2兆円、合計 4兆円が国の負担ですよね、国の。で、まあ、医療費の方はちょっと一回置いておいて、医療費の問題を置いておいて、普通に国民の命を守る予算として2兆円使ってる国って、俺は別にまともな国家だと思うよ。なんでこれを叩くの？人の生死に関わる問題で国家予算の中で2兆円使われていて、なぜ不満がたまるの？他に使われている無駄のお金とかを叩くんならわかると思うんだけど、同じ日本人が苦しんでいて、そこにみんなの税金が使われていて、いい国だと思わないかな？俺すげえいい国だと思うんだよな。日本に生まれなかったら俺死んでたよ。うん、何に使ったら納得すんの、みんなは。その生活保護反対してる人は。俺はちょっと分かんないな。例えばね、その公務員の平均年収700万だしね、これに対しても反対の人もいるんだろうけど、こっちの方は、ね、別によくて、例えば今回のね、まあたまたま偶然だけど、その佐川さん、あれ退職金5000万だよ、うん、退職金、国税庁長官辞めたでしょ、ね、辞めて今小児官房になったけど、あの人退職金5000万でしょ。だからそれはまあそれで叩いてるのか分からないですけど、そういう人たち系の方が僕は問題だと思いますよ。それはね、あの、まあまあ、どんだけその国家のためにやったのかわからないですけどね。でも国家のためのことじゃないことをやっちゃったわけでしょ、今回、まあ、改ざんでやっちゃってね、公文書をね、そう、犯罪者って。俺は生活保護があってこの国すごいいい国だなと思ったけどね。で本当に戦後をね、昭和25年に法律をね、あれを作って、生存権をだから憲法に当時社会党だったかなが言って入れたのは、あれは正解でしょ。だからな、あそんなね、あよく GHQ の押し付け憲法って言うけど、あながちね、その日本憲法そんなデタラメでもないですよ。よく押し付けだからね、自主憲法なんだ、自分で憲法を作るんだってこう騒いでる、まあ、まさに安倍首相は騒いでるんだけど、そう、そんな要するに中身がまずければ直せばいいけどね。電話かかってくるかもしれないですね。あ、来ました。はい、もしもし、あすいません、放送の方の音を切っていただいても大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、どうぞご相談の方。はいはいはい、あのですね、生活保護を受ける受けないじゃなくてですね、ちょっと聞いていいですかね。はい。まあ私の家も合戦問題ですね。あ、ごめんなさい、放送の音って切っていただいてますか？切ってますよ。なんだ音が鳴るんだろう。で、はい、兄はもう寝たきりで7年、そして母も生活保護でずっといたんだけど、今回がんが見つかって余命と3ヶ月というふうになった時に市役所に行ったんですよ。はい。そしたら市役所が
要は病院にいなきゃいけないじゃないですか、母親は。はい。でも、その居住区を出ていけと。居住区を出ていけ。要は市営住宅なんですけど、はい、4ヶ月以上入院になると、うん、居住権がなくなるらしいんです、うん、だから渡さなきゃいけない。それはおかしいんじゃないんかって言って、今日僕は役所に行って見解になったんです、うんうん、なるほど、うん、その辺をちょっと知ってるなら教えていただきたいと思って。なるほど、うん、市営住宅ですね。あ、名義がじゃあお母さん名義なんですね。いや、名義はもうずっと入院してる兄の名義なんです。お姉さんの名義なんですか。そうです。なるほど、なるほど、なるほど、うん、そうですね、うん、お姉さんの名義だとであっても、まあ、ちょっとそのごめんなさい、その市営住宅の市によって変わってくるんでね、一概に言えないんですけれども、ただおそらく親族が住んでれば、普通は出ていかなきゃいけないところはないはずですよ。これ、親族でないといろいろ揉めるんですけどね。いや、全然聞こえないんで分からないんだけど。ごめんなさいね。親族であれば、通常は一緒に住ん、親族が一緒に住んでるんであれば、普通は出てけって話にはなっていかないですね。出ていけっていう話にはならない。ならない、普通はですね。ただ、そこの市役所の方が、条例とか、ね。条項はなるらしいんですよ。うんうん、聞こえないんで。大丈夫かな。あ、いいか。聞こえるか。入院も3ヶ月以降過ぎると生活保護っていうのは居住権がなくなるんですよ。まず大前提として、お姉さんとそちら様とお母さんの3人がそこに住んでるんですね。いや、住んでませんよ、僕は。あ、住んでないんですか。住んでませんよ。お姉さんだけが住んでるの。いや、お兄さんと、うん、兄ですよ、兄、うん、うん、と母親。兄と母親とお姉さんね。うん、いや、お姉さんはいません。お姉さんいません。あ、それでお姉さんに、2人ぐらい。それで お兄さんだと思います、名義は。名義お兄さんね。で、お兄さんとお母さんが入院してる、お兄さんとお母様が入院されてるっていうことですよね。そうです、そうです、うん、で、兄はくも膜下出血でもう7年も寝たきりなんです。お兄様がくも膜下出血でいらっしゃいますか。そうです。なるほど、なるほど。あ、要は、なんだろう、この音。お兄様が、くも膜下出血で、お兄様の名義で市営住宅、そこにお母様が住んでいたけど入院しちゃった。で、4ヶ月でこの市営住宅を解約してくれっていうケースです。ああ、そうか、そっか。そうすると別に生活保護は受けれますよね。要するに入院してさ、なんだろう、この音。お願いします。はい、入院してまあその3ヶ月以内であれば、今ある住んでいるところでの生活保護になりますね。そうですね。うん、そうです。これは知ってますよ。そうです。だからそこで生活を受けますけど、ただ市営住宅は出てけっていう話にはなってきますね。要は両方とも入院しちゃってるんであれば。はい。要するに、要するに市営住宅はだから解約して、要するに退院はもうできない、退院の見込みがないんであれば、病院で入院しての生活保護になります。はい。っていうことはもう、居住地はなくなるっていうことですよね。だから居住地はなくなって、俗に言う現在地って言って、病院の入院での生活保護になります。うん。
住所ですか？住所はだから、住所はだからなくなりますと、そうすると。うん。あの、病院は住民票を置くこと嫌がりますから。だから、病院は住民票を置くこと嫌がりますから、だから、住所はなくなります。ただ、だから、いわゆる、保護には居住地保護と現在地保護ってありまして、この場合は現在地保護になっちゃうんですよ。アパートなくなりますから。そう。ね。で、その入院した状態での生活保護になります。退院の見込みがない場合ですよ。退院の見込みがあるんだったらね、6ヶ月以内の入院であれば戻れるわけですから、ね、その場合はアパートをそのままにして生活を受けることができます。まあ、それは市町村によって違うと思うんですけど、うちは4ヶ月なんで、あの4ヶ月という規定がちょっと、まあ、よく分かんないんですけど、あの通常は6ヶ月ですね、普通はね。はい、その生活保護制度は一体保険証とかがあるじゃないですか、生活保護でも。いや、ないです。あのね、あの生活を受けると保険証、健康保険に加入できないんですよ。要は健康保険いらないんですよ。全部生活保護で。あ、トツシャさんごめんなさい。もしかしてスピーカーフォンにされてますか？スピーカーフォン？今あの普通の耳当てた状態で会話されてますか？スピーカーフォンにしてますか？耳当ててないです。あ、ごめんなさい。音がノイズが走ってしまうので普通に耳に当てて通話をしていただけるとあのリスナーさん助かるんですけれども、イヤホンをした方がいいってことですか？あ、イヤホンしていただけるとすごくありがたいです。音が回ってしまうので。これでどうでしょう？はい、だいぶ良くなりました。なんとか病院になりますね。そうすると、で病院が住所になるってことですか？まあ住所ではないんですけどね。ただ一応で病院名書きますね。そうしますと厳密には住所はないんですけど、はい、うん。だからあとはそのどこの市がね実施するかの問題だけです。あとはそう、入院して3ヶ月以内であればもともとその住んでいたところのどこかね、の市で受けることになりますし、もうそれ超えちゃうと今入院している場所の市役所で受けることになります。うん、うん、はい、だから生活実践問題に、はい、実践問題に、うん、今日何ですか、偽問題。いや実際に、はい、今日役所に行って、はい、役所もわからないんですよ、どうしたらいいか。ん？なんでだって、この僕の質問に対してお兄さん、生活保護は続行できますよ。ただ、いや、続行できるんですけど、はい、突者さんが悩んでいるところはどこなんでしょうか？いや、だから、その、住所がなくなるという場合には、はい、今、その市営住宅がありますよね。はい。じゃあ、そこを撤去しなきゃいけなくなりますよね。そうです。はいはい、うん、その費用とかっていうのはどこから出るんですか？はい、あの撤去費用はあの親族の援助を得られない場合はあの生活保護を受けてれば生活保護で出ます。ああ、そうなんですか。出ます、はい、出ます、はい。ただこれあのまた気をつけてくださいね。あの市役所黙ってるケースあるんでこれ出ますから、はい。
撤去費用ですよ。ああ、処分費用。はい、処分費用は出ます、はい。荷物の処分費用ですよね。はい、そうそうそう。はい。はい、うん、うん。いや、結構、急にね、昨日、ちょっともう、そういう、母親の話になったんで、うんうん、ちょうど和道さんがこういう話題をやってくれたので、うんうんうん、聞いてみたかったんですよ。うん、ご家族今大変だと思うんですけれども、はい、頑張ってください。はいはい、大丈夫。ええ、トツありがとうございました。もう大丈夫ですか？他に お悩みならないですか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。他に一つある方いたら先にメッセージください。よろしくお願いします。はい、ということで。うん、まあ、今のパターンで、その、出る課税処分出ないんじゃないかって言ってましたでしょ？だから役所の方で説明しないんですよ、それ。出ますよ。うん、だ言わないと分かんないですよね、それも当然ね。うん、だからね、そういうところを何なのかな、何で言えば本人もだから納得してもらえるわけだから、出ますよ。だから現場の多分ケースワーカーの人が勉強不足で対応できなくてパニックを起こされたっていうことですよね。そうですね、うん、だから厳密に言うと誰か身内で出してもらえますかって聞いて、うん、大抵出してくれるわけないんですよ、うん、出さないですね。出してくれない、じゃあ出しますよで終わり、うん、出さないから生活保護になってるわけですからね。あと見積もりどうとか、ね、もう細かい話で、そうだからこういうところがね、うん、市役所の 最大の問題、うん、だから平均年収700万もらってんだったらこれちゃんと勉強しなきゃダメですよこれ、うんうん、そこですよ皆さんね。そうそうそう、生活保護の人を、ね、批判するよりもね、これ平均年収700万もらっててこんな仕事やってるんですから、こっちちょっと向こう、小川さん、ね、無料でやってるんだよこれを。これ本来はケースワーカーの仕事なんだよ、ね、で年収700万もらってこういう対応をされてて、そっちの方が怒らないのっていうのはこういうことなの。生活保護者を叩くんじゃなくて、ね、こんな怠慢な仕事をやっていて年収700万もらっててどうなのっていうのはどうなの。みんな年間ちゃんと説明したら伝わるじゃん。伝わるじゃん。だから年間20兆円ね、事件かかってるのね、これ皆さん税金払っててね、 OK なのって話なんだよ。そう、本来こういうとつも窓口で解消しないといけないんだよ。本来は、いや別に私にいただいて全然 OK なんですけど、本来的な、本来はね、うん、本来はケースワーカーさんがそれは言うべきお話なんですよ、ね、そうすればこの方もあ、そうなんだぜ、終わった話、うん、どんどんトツかけてきてください。どうぞ相談とか、ある方は、どんどん突っかけてきてください。なるほどね。僕の、LINE、はい、かかってきます。はい。もしもし、音聞こえますか？はい、聞こえます。はい。イヤホンの方していただけてますでしょうか？あ、ヘッドセットで。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ですね、今、生活保護を受けながら作業所に通ってるんですが、 A 型でしょうか B 型でしょうか。 B 型です。ありがとうございます。はい、ケースワーカーさんに、あなたはもっと健康そうに見えるので働けみたいに言われて、こう説得されるんですが、はい、主治医の判断もあって、今の病気の状態だと B 型作業所に週1回行くのが限界だって言われてるんですね。ただ私は働いて、もともとヘルパーの仕事とかも元気な頃はしていたので、また社会に復帰したいと思っているので、努力はしてるんですけれども、うん、なかなかケースワーカーさんの理解が得られずに。質問してもいいでしょうか。うん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 、すいません、はい、障害者手帳は保有されてますか？はい。精神障害者手帳2級です。
で、今、ご病気の方でご自身の判断とか、お医者様の判断では、B 型作業所に通うのがいいという判断はもう言われているんですよね。はい、週1回程度であれば通っていいと言われてます。今、じゃあその上で悩んでいるということで、小川さんのご意見が聞きたいということで、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、まず結論から言いますと、あくまでもそのケースワーカーが勝手にですね、仕事ができる、できないとか、見た目で判断することは、これはダメで、ダメな話で、まずケースワーカーはですね、もしそういう状況であれば、まずその方が病院に行ってるね、その病院の主治医の先生に話を聞きに行きますと、直接ね。行きます、ケースワーカー行きます、もしくは文書で出します。そこで聞いて、この方お仕事できますかって言って、主治医の先生が例えば今言った通り、いや週1回 その作業所が限界ですよって話を聞いたらですね、今度は持ってその、お答えを持って帰って、役所にいる嘱託医に相談します。で、大抵嘱託医の先生はね、直接見てませんから、その主治医の先生がそういう答えを言えば、大抵嘱託医の先生は OK します。それで、なんでケースワーカーさんが見た目で判断して働ける働けないという判断は、これはしちゃいけません、絶対に。ですので、うん、主治医の先生の指示に従って、きちんとケースワーカーはその方 その今後の方針を決めないといけないです。で、具体的にどういうふうに行動されたら、でもそれ多分把握されてると思うんですよ、主治医の先生がって、どう行動したらいいですか、どう自分の担当ケースワーカーに伝える、担当ケースワーカーにはちゃんと主治医の先生に病状調査をしてくださいって言ってください。病状調査、そう、はい、病状調査、こんなこと本来、はい、ケースワーカーが自分で やるべきことなんで、ちょっと、等身感の話なんですけど、はい、だけどもうそういうふうに変なこと言うんであれば、もう病状調査をきちんとしてくださいって言ってください、はい、これでも対応してくれなかった場合ってどうしたらいいですか。この前上部組織とか民生委員でしたっけ、なんかそのケースワーカーがちゃんと対応してくれないと、ケースワーカー対応してくれなかったら、その場合はケースワーカーの上司の人を、ね、出すように言ってください。上司の人、はい、それかもうどうにもそれでもどうにもならないっていう話であれば、私にコメントください。私の方で行政書士の方で言われたって言っちゃっていいですから。そういうふうに行政書士の方に言われたって、ね、行政書士の人がね、ケースワーカーやってた人がね、はい、はい、その病状調査もしないで働けなんておかしいって言ってましたって、はい、言ってください、はい、わかりました。またその状況があって、解決したらもう解決したで OK ですけど、もし解決しなかったら、はい、私の動画の方でですね、コメントをください。はい、わ、はい、かりました。YouTube で、あ、とんでもないです、はい、小川で、ひらがなでゆうきさん、そうそう、小川ゆうきと検索すると、はい、小川ゆうきさんのチャンネルが出ます。出ますんで、どの動画にコメントを書いても小川さん把握できるようになってるんで、はい、はい、あんまり悩まないで、まあダメだったら小川さんに相談するようにしてみてください。あ、すいません、ツイッターとかでも大丈夫ですか。ツイッターでもいいですよ、はい、大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございました。とんでもないです、お電話ありがとうございました。失礼します。はい、まあ、これもしょうもない話ですね。いや、これ一番ダメですよ、病状調査もしないで、見た目で働けるなんて判断するのたまにいるんですけどね。いや、これダメな警察官の典型ですよ。まあ、障害者手帳2級って結構重たいですからね。いや、そうですね。だからかなり。で、B 型作業所にも通っててるわけじゃないですか。それで働けるって。いや、これ結構きちんとすること。えぐいですよ、うん。まあ、例えば B 型に行けるのに行ってないよって言って、まあ、ちょっとやるのはまだわかりますけどね、うん。ちゃんとそこまでやってるのに、うん、僕らとかどういう神経してるんですかね、このケースワーカーさん。これこそ問題。いや、こういう、問題ですよ。こんな、こういう人が税金で、あれしてるのは問題ですよ、本当に。他にもなんか、相談したい方がいたら、トツかけてきて結構ですので、最初にメッセージを送ってください。その後電話かけられる状態に申請許可を押しますので。もう、いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？2級は、結構重たい状態ですよ、そうですね、病状で言ったら。だと、まあ、基本的に2級の場合、まあ、一応2級、っていうか2級とか3級の場合って、うんうん、その時点でも結構働けって言わないはずですよね、いや本来は。3級でも2級は絶対言わないです、うん、1級で、その上で、うん、要は就労活動、要は働きたいっていう
意思があって通っていて社会復帰する希望もあって、うん、でも苦しんでらっしゃるのに働けって、いや、うつ悪化させたいのかっていうのは病気は、そう、病気悪化させるだけですか、そんなことは。当たり前です。だから主治医先生分かってるから当然あなたここまでですよ、決まってますよ、主治医先生が、そういうのは。そう、ちょっと考えられないですね。はい、だからきちんと病状調査をね、要するにめんどくさいからしないケースがあるんですよ。でしないだけもまずいんですけど、しないかつそのしない癖してなんか見た目で勝手に働けるなんてこう乱暴なことをね言うなんて、これ本当病状悪化させるんで変な話、なんていうのかな、虐待ですよね。うん、極端に、うん、冗談だけで。まあ、相変わらずこうしているんですね、うん、その生の声拾うの大事ですね、こういうふうにリアルタイムで。いや結構ね、僕も相談で、はい、いますよ、そういう変なケースは、お母さん、うん、でも、まあ、正直な話、クローズじゃないですか、うん、要は小川さんとその困ってる人の普通のやり取りだけど、今、これって380人の人が、そうそうえって今、もう180度そうこういう実態なんだということが伝わったじゃないですか。だから小川さんとか僕とか相談ガンガン来るから、例えばひどい話とかリアルに聞くけど、うん、こういう生の声っていうのを匿名性を守って広げるっていうこと大事ですよね。大事大事。だから僕もだから録音したのは動画でこうアップするようにしてるんですよ、あのひどいのはね、その、うん、で見てもらって。でもあのこういうの広げていかないと、あのなんてうまくなんていうかな、うん、要するに、まあ、実態を知ることができないですよね。メディアが隠しちゃったら不正受給のばっかりやってたら国民怒りますよね、ふざけんなって言って。それは怒っちゃう、うん、国民はだからあのその本来はマスメディアがこういうのを中立に立って両方の声聞いて両方出すのが普通だと思うんですよ。だからそれがテレビ局とか、まあ、なんていうのか、そういうのがね、そういう報道機関というかがやる仕事だ。そんなの僕の仕事ではないわけですもんね、うん、そう、うん、彼らはちゃんとお給料もらってるんだから、そうだからきちんとね、うん、視聴率もいいけど、ちょっとか、うん、ね、そう、そういう実態をきちんとやってか、やっていくのが僕の報道機関の仕事だから。そう、僕らは生活保護を広めようとしているのではなくて、現在決まっている法律や憲法に基づいて正しく受給できる、要はそのまんま、なんていうの、制度を正しく利用しましょうって言ってることを言ってるんですよ。困ってる人に困ってる状態だったら国が助けるのは国の義務なんですよ。これは国の義務であると同時に国民の権利なんですね、表裏一体なんで。だから僕らは別に尖ったことをやってるわけじゃなくて、本来は国側がやらないといけないことなんですよ、これを。なんでアナウンスしないんだろうな。一番今まで引いた、こう相談を受けた中で一番えぐいというか、なんかケースとかってどんなのがあるんですか。あ、そうですね、まあ、一番かどうかですけどね、例えばそのもう精神疾患の方で、要するにその、まあ、北九州市の方でですね、生活を受けていて、今言っている病院じゃ治んないんで、東京の方にある病院じゃなきゃ治んないと、その病名がね、ちょっと特殊な病気でっていう、で先生もじゃあいい人でそのちゃんと書きますと、要するにいわゆる遺憾って言って東京に引っ越して病院に通院できるようにね、診断書も書きますよと、うんね、でケースワーカーに行ったらケースワーカーがね、いやいや そんな病院北九州市内にあるからとか、なんかわけわかんないこと言って、じゃあどこに本人探しても見つからないし、どこですかって言ったらね、それもはっきり言わないんですよ。そう で東京に行ったらその病院にね受診した医療費も出さないって言い出したんだ、今度は。そう、病院代出さないって言い出した。そう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 、だって保険持ってないから全額だ、全然自腹ですよ。だから俺どうするんですかって話で、だからそうどうやったか知りませんけどね、それも言われたんで困ってるんですって言って、それは困りますよね。いや困りますよね。そう でそれで本で聞いたらね、そしたら警察が何言い出すかって言ったら、そう病院からね電話が来たら聞いてやるっていうのが意味わかんないこと言い出したんですよ。で一応先生はまだいい人だから、したそうなんですよ。したらね、ケースワーカーが、いや、北九州市内にも同じ病院がありますから言われたんで、それは先生もそういうふうに言われれば、あ、じゃあそっちの病院でいいかなと思って、まあ、切ったそうなんですよ。したら、いや、病院はないですよって言ったら、先生が、だってあるって言ってたよって、どうなってるんだっていうところで今終わってるんですけど、そう。で、その病状調査してくださいって言ってるのに、まだしてくれなくて、で要はね、引っ越すのもね、要はお金貯めて引っ越せって言うんですよ。僕ごめんなさい、話ぶった切っちゃうんですけど、うん、ケースワーカーに別にノルマがあるわけではないじゃないですか。そうないの。これ多分みんなも気になってると思うんですけど、うん、税金で国民の命を守るためだから困ってる人に、うん、むしろ国側とか市役所の職員側は広めないといけない活動じゃないですか、うん、なんで減らそうとか
ノルマがあるような行動を取ってしまうんですかね。そう、現場で働いていて、そう、なんていうんですか、早く働かせよう、早く抜けさせよう、なるべく受けさせないように水際作戦しようっていうしまう、そう、現場の心理ってなぜ働いてしまうのかっていうのが、それはおそらくまあ、ノルマは多分ないと思うんですよね、うん、ただ単純に多分仕事が面倒くさいんじゃないかと思いますよ。ああ、要は申請の書類とか増えるし、そう、申請、要は生活を受ける人が増えると仕事増えるじゃないですか。まずそれが第一の原因ですよね。あともう一点は、今のようにこういうふうに、ほら、引っ越したいって言っても、また引っ越すにあたって相手の区とやり取りしなきゃいけないんですよ。これ、このやり取りが結構しんどいんですよ。要するに言い方悪いんですけど、本来その別にその人が引っ越したからって普通に受ければいいんですけど、なんとなく暗黙の話で、なんていうのかな、そのなんか引き取るみたいなイメージなんですよ、相手の心に渡すみたいな、でちょっと申し訳ないみたいな変なイメージがあって、それがあって嫌がるんですね、すごい市役所で。本来これ人権問題なんで、こんな発想がダメなんですけど、でもそれが実態なんですよ。要は手間が増えるからってことです。ああ、そう、手間が増えるからってことです。そうです。だから全然理由になってないんですよ、これ。いや、 でもそのために給料もらってるんですよね、年間700万もらってるんですよ。だからね、そっちの方こそね、問題じゃないんですかってことを私は言いたいんですよ。そう、本当にね、やっていた人間としてやっぱりそういう側面すごいありますよ。だから僕は、だからもうベーシックインカムって言っちゃってるんですよ、うんうん、この給料は。だって仕事してないんだもん。だって仕事をきちんとね、やってれば、まあ、まだね、いいですけど、こんないい加減な仕事をね、まあ、やってる人もいるにしてもね、基本的にしてない人も結構いますんで、こんないい加減な仕事をして、年間20兆円の税金が使われてることの方が、大きな問題じゃないんですかっていうのを僕は皆さんに伝えたいですよね。ごめんなさい、2時間を予定していたんですけれども、ちょっと熱くなってしまって20分オーバーしてしまいました。で、残り10分で終わりにしたいと思います。最後に僕と小川さんからなんか一言ずつちょっと喋りたいこと、僕もう一言だけです、僕からいきますね。もし、経済的な理由で、困っていたり、経済的な理由で、自殺を考えている人、僕はたった一つです、願いは。生活保護よりももっと手前の問題です。自殺をする前に、生活保護を受けてください。死ななくていいんで。もし皆さんの周りの中で自殺を、経済的な苦で悩んでる人がいたら、この動画を、教えてあげてください。1、2、3で今回3回目です。YouTube にあります。この URL 貼って、6時間ぐらいの全部の動画ですけど、生活保護の受給の仕方から何から全部書いてあります。なので、自殺を考えている人にどうかこの動画を広めてあげてください。教えてあげてください。もしくは今見てる人の中で自殺を経済的な理由で考えてるんだったら、こういう手段があるっていうことを見てもらったら僕はそれでいいです。自殺者が減ればそれでいいです。以上です。最後に小川さん。はい。本当にね、この生活保護っていうとね、やっぱりその、まあ、なんか、まあ、イメージがね、なんか、いや、こんなんじゃ受けれないじゃないかとかですね、で、まあ、やっとの覚えでね、市役所に行ったら、ああでもない、こうでもないって言われて、あ、やっぱりダメなのかなって、過ごすこと帰ってしまう方いると思うんですけど、結構ね、皆さんこれ、間違った対応されるケースが多いので、とにかくそのお金がなくて困ってしまったっていう仮に状況であって、まあ、生活保護でですね、受けれないんじゃないかとかで、あるいは相談に行ったけどダメだったっていう方はですね、まず私の方にコメントください。動画でもツイッターでもいいですので、で仮にもし私がちょっと拾うの忘れちゃったらね、ちょっとしつこくやってください。で、そうすれば、いや、その答えを言いますんで、大丈夫でないのかね、大丈夫なのかってことをね、そうしないと、まあ、正直申し上げて、割と役所の方はですね、なんとなく受けれないような雰囲気を醸し出す傾向があるので、それを聞くと当然皆さん初めて行きますから、これがなかなか分かりませんので、ああそういうもんなんだ、じゃあ受けれないんだっていうふうに誤解をしてですね、それで、まあ、例えば命を絶ってしまうとかですね、ものすごい悩んでしまうとかですね、そういったことが起きてしまいますね。だからそれを防ぐためにもね、ぜひ私の方にですね、そうなる前にですね、ぜひ動画の方からでもいいですし、ツイッターでもいいですので、ご相談ください。はい、それをお願いいたします。
それでは皆さんありがとうございました。たくさんのご意見を、聞けて、また2名の当事者の方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと勇気がいったりとかすると思うんですよ。こういう公の場で300人の方が見てる中で。悩まないで勇気を出して、その悩みを小川さんにこう、ね、話していただいて、またこういう問題があるっていうことを皆さんの前で広めてくれた方ありがとうございました。でですね、この番組、月に1回ぐらいですよね。前回はですね、僕がね、ちょっと生牡蠣を食べてノロウイルスにかかってしまいまして、前日にちょっと僕の都合でキャンセルをさせていただいて、本当に申し訳ございませんでした。で、次回は、4月の末ぐらいですかね、タイミングがあった時に、はい、4月の末に行いたいと思います。で、YouTube の方に小川さんのチャンネルにも僕のチャンネルにもこの動画を残しますので、専門的な知識は小川さんの方の動画にコメントを書いてください。で、まあいいや、俺の方はバッドボタンを押されてなんか死ねとか書かれるだけなんで、僕の方は静かに見守っておいてください。小川さんの方に専門的なご意見は、はい、ご相談ください。クレームの方は僕の方に書いてください。でですね、この番組なんですけれども、先ほど小川さんとお話をさせていただきまして、ゲストを募集しております。例えば生活保護に反対派の、保守派の方の意見であったり、また、リアルに小川さんに直接会って、カメラには映らなくていいんで、ここで見学をしたい方であったりとか、まあ、生活保護賛成派とか、ベーシック保護賛成派、この番組に出演したい生主さん、募集しております。YouTuber さんでも構いません。マスクをつけて、リスナーさんでも構いません。そういった、生活保護完全マニュアルに、出演したい方がいらっしゃいましたら、もしくは今見てるリスナーさんの中で推薦、和道が募集してたからお前出ろよって、どんな生主でも構いません。こういった活動に、興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、推薦したりとか、その生主さんから僕の方に LINE を送って出たいっていうことを、言っていただければ、僕ら、一緒に番組を作らさせていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。たくさんアイテムありがとうございました。